さあジャイアンがご機嫌っぽい。さあできればこの運営側の横の通路はなるべく通らないでほいてほしいっす。まあどうしようもないときはしょうがないですけど。さあ A ブロック決勝、やりましょっか。おおじいがいる、おじいがいるよ。おじい？おじいじゃん。生存確認。いやーなんとかね、勝った。ブロック決勝まで行きましたよ。お俺出番なしみたいな。あ今んとこゼロ勝みたいな。ゼロ勝みたいな。DJ 勝ってさ、はい、ダルシムじゃなくてリュウが行くってのはすごくない？ちょっと嫌なイメージがあってさ。じゃあ次は？A ブロックのブロック決勝ですね。あ決勝もう決勝。ウルザキタレベットファイアーグランドエアハード。ブロック決勝なんでいい試合を見たいんだけど、キャラがでも SR いるしね。あ S が同キャラか。 S ホーク、そんなに悪くないよ。龍拳には S ホークいけるし、ホンダが使いどころ難しいね。そうですね。飲まれた。川松さん試合ですよ。います。試合です、試合です。あ、いた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 。ご機嫌だね。さあ、ブロック決勝ですよ。 S さが通ってこと、マッチン、マッチンですよこれ。さあ、ワンピー側がウルザキタレベンの、タレバさんのエスタカット。で、ニックピー側がファイヤー、ファイヤーのエアハードですね。で、先方、ケンとエスタカ。さあ、これはワン、まあ、エスタカは勝ちたいっすよね。ただ、マッツン、なんかエスタカ戦相当上手くない？なんか、龍拳戦はだいぶ目覚めたっぽいっすよ ね。昔はちょっと不安要素があったけど、すごい粘り強いような感じが飛んだけど今。いや今の入んねえのか。飛ぶのはいいでしょ。さあアドが入って、これ連覇で終わる。おお、ワンホー珍しいね。まあ身長は安全に行ったんだろうね。だから土地くるって飛び蹴り食らって連続型ピョンの嫌なんでしょ、はい、まあガードをされたらサガト側もやることないから。さあこれもちょっとクルージングで終わりですね。クレバーな選択ってやつですね。そうですね。サガットがやっぱラインを上げて端に行かないと、まあ剣とはいえね、楽ではないです。で、あと、やっぱ大事が大事。さあ端、端結構きついですよ。確認来ないな。さあ、遅いよ。これで。まあアイドがね、うまいっすよ。ああ、単発確認。まあ今の狙ってたね。確認しないから、ね、単発連続技。さあ、S サガが負けたので、S ホーク、リュウ、ホンダ。S ホークじゃないですか。S ホークか、まあリュウもまあワンチャン。まあリュウもあるけど、ホンダはないね。すげえ。なんかマッツンの連続技師になってるけど。スタートボタンを押してください。スタートボタンを押してください。そう、一段取られたら運営が、スタートを押すと。スタートを押して、S サガ剣のダイヤは7、3ぐらいじゃないですか。あるでしょ、あるか、さすがに。あるか、さすがに厳しいっすよ、ケンは。これは6、4ぐらい。もちろん、どうだろうね、まあ、まあ、え、そうって有利だと思うけど、思うね。あ、でも、うん、そうだ。7、どうなんだろうな、勝利で抜けるんだよ。あれ、抜けれるか抜けれるかだいぶ違うでしょ。あー、おっと、しかし、
パーフェクト。ピー勝ち。いやこれね、SOF側も相当ね、技術がいるんで。まあ、マッツリまた出るからね。そう。うん、そう、ああいうの安く済まされちゃうと、そう、ダメなんですよ。あれをちゃんと、あのトマホークが配布しないと、うん、そう、そう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 。あとこれめくりわかんないね、確か。あれはわかりづらいですよ。マッツンが結構じっくりいってる。そうですね、あれも普通なら昔なら無理やり勝利打とうとして、うん、当たるか当た食らっちゃうかみたいな感じだったんですけど、今ガードでいいかみたいな、鳥かごで合ってるんで、うん、あこれだ、安いというかミスった、ミスった。今の立ち消系大体フォアハグで、これはもう剣はあまり無理は減った、無理はしないといったところを決めに行って、噛み合ったね。まあしょうがないかな。でも噛み合ったな、しょうがないか。あれ大足やっぱね、剣はね振ると危ないんですよね。中足がやっぱ安定なんだけど、さあこれは悪くないぞ、勝利打っちゃったぞ。そうめくりに、いやこれはおっと反対にいってる。しかしだいぶ体力が、おーっと、あ正面から、おいやこれはさすがにセーフティーリードか。あいやー、おーおー、回してる回してる。これはよく勝ったと言いたい。さあここで DJ かな、 DJ かエスタガか、エスタガか、エスタガだな。あフジモン動かしておきたいっていう、まあ多分フジモンだけが動いてないんで、そうやってないんで、あフジモンさんは AI 優勝が狙い、ホンダは全員いけるし、まあ竜もね、まあ、全員いけるんで、まあね、まあ誰がいっても、まあ川端君は残すかな一応。さあ出てきたのは、まあフジモンかな、エスタガ4代目、4代目か、4代目か。やっぱフジモン大将固定ですかね、やっぱり。うん、まあ、まあ、プレイヤー的にもキャラ的にもね、抜けてるんで。おっと、2割トマホーク打ったが何もしてない。あれトマホーク当たんの、下回が当たんないよね、当たんないと思うよ。何読みかな、バックジャンプ読みってわけでもないし、あれし、いや当たらないの相手、何も入んないんだな、あれ大足、終わったか、終わりですね。リゾット削り確定なんだよな。まああれは X スタートでもできますが、もう2回やった。何読みなんだあれ、分かんないですけど、これだから通常飛びと高田天コンドルの2択、うん、まあ択だけどガードで遅れる。あこういうことですよ、こういうことですよ。あーっと重なっ、重なってなかったかな、ちょっと早かった。はいでででピョ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 、パクっちゃいみたいな、確定、アイガーニア確定。あコンテナ打ちにくいんだよね。おお、あっと、あーいやー、ちょっとね踏み込みが足んなかったから暴れてくれなかったね。エスオープ相手は連続技で投げるのもいいんじゃないかな、受け身ないから。あーまあ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 、意外と連続技って減らないじゃないですか。うん、そう、投げがね減りすぎんだよねこのゲーム。そしてホンダ、ベンダホンダ、ピオリッソ三段、よく今壊し出したな。まあ壊しに対応あったかと多分、まあしょうがねえと。おお抜けて、おお垂直、100列読みじゃないですか、ですね。ああ上タイガー、うー見てから、見てから、ちょっまあ弱続きで釣れるのかな、あれ、まあ、それジャック今日は分かんないでしょ、とはいえね。あそこでジャック出すのも勇気いるよね、垂直で終わるから。今のアパカはね、ジャスティンバリの反応でした、ね。これはホンダは厳しいぞ。ピヨンチャねえだろう。いって。減りすぎ。3割減った。飛び込みいらないと。うん。あ、こっちの方が簡単ですよ。飛び込みからだと繋がるのがスタタイガーぐらい。ショーケー1段目ダイヤ。ショーケーアッパーカットだ。アッパーカット。かペチペチクラッシュ2段。あー2段にはならないでしょ、ね、ホンダは、ホンダはならない。さあウルトラマリオさん、まあでも竜だと全然まだ3人抜きありますよ。いやちょっと、まあまあ、ダイヤシはもったいない、投げだった方が、まあ、ダイヤ間に合わないか、間に合わないでしょ、もう、うん、中足ハートとかもよかったかな。さあいやこれ厳しいぞ、
竜巻で抜けてもね、先足にしとかないと。さあ下タイガーのモーションしか見えない、下タイガーのモーションしか見えない。あーピヨっているけど、あーピヨに惜しい。まあ H でもね OK ということで、早出しですか。あれそうなんでしょうね、引き付けミスだと思いますけど、まあ竜巻ケアで早出しでもいいかな。まあ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 、通常のタイガーちょっと前遠かったから、おっと近い近い、なんか中継側に行ったわ。えっ、すぐたまった、いやー壊しタイガー、うまい。さあ当たらないんですよね、上タイガー。いや逃げても、いやー前飛び苦しい、ゼロドット苦しい、当たって、うわー置いてある、置いてあったなー。今中ボス、まあ、勝ったのは、ファイヤーグランドエアハードが、1抜けですね。そして続いてガムシャラジャパンと高輪ゲートウェイ勢、そして西船橋シーパラダイスとべくり晩餐会はじゃんけん、じゃんけんお願いします。はい、西船橋シーパラダイスとべくり晩餐会じゃんけんしといてください。最初はグー、じゃんけんホイ、負け。はい、うちらワンピース、先方はお任せします。はい、高輪とシーパラが優勝予想に上がっていた。なるほど、ほう、あ、はい、僕よくわかんないうちに死んじゃいましたけど。さあガムジャパと高輪ゲート勢がこれから試合です。これってなんだっけ、あのコメントとか遡れます、ちょっと僕ちょっと見たいなと。僕らのチームシネとか入ってないですか、大丈夫ですか。なんでそんな被害妄想なんですか。さあ試合は はい、ミルキーベガとちょい前かな、ワンピーガーガムジャパですね。あ、そんぐらいからみたい。ミルキーベガと隊長ザンギフ、と今のはめくりをミスったっぽいな、結果オーラかな。クライスクリュー、画面端、あっと今立ち台系かな、正解は対し前がむずいと思うんだよね。さあ隊長が一本選手、さあめぐらしっかりガード、さあ、チゲ中段から、あ、ミルキーかな、ミルキーです。
さあ隊長がこれは画面端死んだか死んだか あっと優しい探し決め切った。あ、ダムダイ、ダムダイがいますね。ダムダイ4月に来ますよ、日本遊びに。まあ、今のカードは、まあ、ほぼ五分ですね、さあ、そして出てきたのはアワシム・ダルシム。アワシムさん、今日危ない試合も多いんですが、ザンギ対ベガーはベガー有利ではないと思いますよ。ザンギが、まあ、いい勝負、まあ、ちょっとザンギ有利かなって感じですね。なんだろう、角砂糖1個分ぐらいザンギ有利限りなく近いみたいな。なんでそのミッフィーの体重みたいなやつだよ。そう、微妙にザンギ有利かな。じゃいまいち伝わんない感じがいいかなと。さあ、いつでも自爆装置。あっと冷静、冷静マン。あと相打ちでいい。まあ、カワシム男子もあれですかね、さあ、なぜか相打ちをね、タツノコプロのスイッチ、スイッチ搭載。いつでも押せるから、押し置き鍋されちゃうの。そうそう、いつでもその気になったらどっからでも自爆ボタン押せるんだよ。そうですね、ポチッとなみたいな。押すかねそれみたいな。お疲れ様です、ありがとうございます。さあ、フェイロンはこれはクロスか。そうですね、クロスですね。ここはクロス、仕事のしどころ。まあどうせこれ殺せばあとホークとチンニーなんで結構。さあ、スラーで最速スラーで暴れて。そうですよね、クロスさんね、自分が受けに回ったときはもうそれさえ押しときゃいいぐらいの距離で支援こするんですけども、確かに投げか投げじゃないかの時に関して支援あんまりやらないんですよね。基本的に投げ、 あ、投げ多いね。基本的に投げで受けるときは、まあ、100% ではないだろう。むしろ 108% 消費税込み。あー、じゃあ逆にそう、だって何回やっても出すから。別にじゃあガードでいいの、こっちも攻める必要なしみたいな。勝ち勝キックまずね、投げ返しっていう選択肢がほぼないんですよ。支援かガードか。ああ、まあでもそれでいいんじゃないですか。なので、うん、もうこっちは放置で。確かに。ファイヤーモード。いや、画面端危ないぞ。さあ、死ぬのか。テレポ危ない、今自爆ボタン押したかと思った。ポチー。おかわしも結構ね、逆に出るんだよね。いいですね。さあ、あースラストだろ今。もうそれしかないっていうところで、そうですね、今むしろそれよくクロス選んだよね。それしかないっていうか、むしろそんなの100人いて。そう、稲葉の物置をあミスって、ミスった、画面見てなかったね。クロス対カーシムですね。クロス対カーシム。まあどっちもタツノコプロですよ。どういうこと？どっちも自爆するよ。ああ、ポチートだ。罰ゲーム食らっちゃう。どっちも、あっ、さあ支援ね、支援、支援、投げに行かないね。珍しいですよ、遠いからか。スラッサービビってんじゃないですか。なるほど。あーっと、あー食らっちゃうんだろ。あるよスラスト、コスブ、最高。ああいうところで支援打ってればなんですけどね。たまにもしくは今のショーパンにキャンセルでもう一回レッグぐらい。でもね、スラスト出た後にレッグって立ち側できるんだ。やばくね。ガードさせた後、まあまあ、そこからもう一回いけたんで、ちょっと前離れるから
まあ、あの支援も出しにくいんだよね。ケインは誰だ。これは小田くんです。小田はね、池袋ラスベガス勢ですね。もともとホークス界で、さっき頑張ってたよね。そう、割と何でも使えるマルチプレイヤーですね。非常にうまいですよ。ああ、なるほど。最近は秋葉原の兵によく見えますけど、いやね、さっきブランカ先生うまかったね。うまかった。いやーカーシム結構、ね、ダルシム戦はね、うん、辛口なんだよね。いやまあダルシム戦難しいよ。なんか割り切って前飛びとかやんなきゃいけないじゃん。バレバレの前飛び。いや繋がってない。いや今のはレッパーじゃなかった。今昇竜で割れた。昇竜で割れた。勝ち失敗。おー、IC。 いや、え、ピヨッチはやめやろ。まあ、すごいね今のピヨッチ。まあ、確かに台足台足で、台足、まあまあまあ、1本取られてるし。あ、あ、死んだか。あ、あ、ほっぺさあ、おっと、なんだ、何読み、スラッドスカスか。テレポ読みだと思う。いやこれは、なんじゃそりゃ、バカになる。今ね、小田くん諦めちゃダメだよ。今のは、そうなんだよね。大会でやっちゃいけないことナンバーワンだよ。ナンバーワン。レイバーガチャしてなかったからね、今ね。いや、繋がってない。あ、繋がった。繋がった。あれ、繋がるんだ。いやー、今のピオーは回復できてたよ。まあ、でも回復できてもちょっと、まず難しいよね。ちょっと入れ替わってたから。勝利ゲームは多分当たんないでしょ。まあ、にしても、まあ、なんかしらはできてたと思うので。で、ムナーリさすがに、え、ムナーリサガット、ムナーリしかいないのじゃないですか。あ、なるほどね。あ、そうですね、4人目ですね。3人抜き、4立てリーチ。いやでも最近ね、おじさん非常に強いんですよ。あ、ムナーリおじさん。いや、うまいとか、うまくないとかいう組み合わせじゃねえだろうね。ああ、じゃあ、じゃなくて、サガとスカイとして非常に、うん、あ、確かに小物道、シュウ君とやった、うん、あれ以降ね、最近なんか自信ついたのか、ほうほうほう、かなり強気の、そのタイガーショットにしてもアッパーガットにしても、まあ、これ強気とは言わけじゃないからね。まあ、やるしかないんですけども、この組み合わせに関してはもう、おじさん、しょうがないみたいなんですけど。なるほど。まあ、前の3人が悪いと。だね。まあでも大会にね、誰がいいとか悪いとかないですからね。まあ、C って言うならキャラが悪いと。なるほど。それ一番悪いじゃねえか。出る前に決められるじゃねえか。そうですね。そう、プレイヤーは悪くないですよ。キャラクター、C っては作ったメーカーが悪いと。いやメーカーの、まあ、否定はやめましょう。いいことないんで。まあでも、ストツ、X、ストツとかあれですよ、ゼロとかサードぐらいまではカプコンさんも良かったんじゃないですかね。それ以降はやばいと思いますよ。俺はちょっと悪口言えないからな。代わりに言っときます。なるほど。なんだ今の。今ジェノサイド入力したね。でもパンチだったよ。ジェノサイド、あ、パンチか、パンチか。でも多分無理っしょ今の場合だと。一応前に出るから一発しか当たんないけどってところじゃないですかね。さあ抜けたのがガムシャルジャパンで、 C ブロックめくりバンサイガーと船橋 C パラダイスで、じゃんけんを体育倉庫とザ・カーニバルでお願いします。体育倉庫ザ・カーニバル。そういうのはやめようとか言われたら、メーカー明らかにスト5とかでやってる側がかわいそうだろ。 気分でだってバージョンアップとかさ、なんか1年ごとにバージョンアップしますとか前もって言うとやったら気分で変えられるじゃん。あ、やばいよ。まあ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 、まあ、俺は別ゲーで2週間に1回ね、アップでするようなゲームやってるんでね。まあな、そうそう、 8.24 とか言って24回やってるからね。1年で X の評価下がるって別に今更下がるも上がるもクソもない気が。角砂糖2キロはやばいな。確かにそんぐらいあるけど。あるな。ありますね。 C ブロック、C パラ 2P かな。めくりが 1P、 森流対、ペルオバイソンですか。流対バイソンってさ、うん、結局どっち。いやバイソンでしょ。バイソンだ。バイソンだけど最近結構流が頑張っててっていう話でしょ。だからバイソン側もそんなに楽じゃない、前ほど楽ではないと。まあ言うてもみたいな。いや前飛んだ。
まあリードしてるのは龍だけど、まあ、だってもう専用されるのさ、もうさ完全にバイソンじゃん。こうなっちゃうね。あーしかもシンクなくなっちゃった。残り20秒、ね、相当ね飛ぶかね。まあまあ飛ぶでしょ、ペルーあったら。ペルーは飛ぶよ確かに。だからこれ分かってれば飛んでくるから、リードされても待ってれば勝利をドットしてみたいな、まあ、できるけど。だからね、バイソン、初見のバイソンって怖いですよ。初見のバイソンね、マジで飛んでくるバイソンとか分かんないから。ちょっと投げて、まず画面が連れてきました、まあ、ここら辺まではお約束。ダイレクト打ち合いみたいな。オーバーだよね。いや、いや、投げだよね。森君自身もね、バイソンでしたからね。そうですね、まあ、バイソンの嫌なことは、まあ、なんとなく分かって、今回だからエントリーした時にリュウびっくりしたんですよね。あれリュウが、まあ、あの構成的に多分休憩らしか。ちょっと足先で暴れる暴れる。あの暴れをうまくとまがめられないと。いやリュウ勝ってるけど、勝ってるけどだな。あー打っちゃった、結構早いんだな。うっと中足でうまく止めた。ナッパ、さあ竜巻で暴れる暴れる。すげえな。さあ追っかけて、今そこ間に合ったね。さあ置き攻め。あーいや逆に出て絶対ヒット。振り向きしっかり。真空食らって死ぬのがペルオ。食らって死んだ。言っちゃった。やべ、未来が見えた、未来が見えた。今両チーム今完全に未来が見えた。いやだってやべえな、今のガードしてればさ何もできるじゃん。そうだから真空食らう以外ないんだけどさ、逆にそれ読みで、ね、逆にそれ読みで早めにみたいな、早めにみたいな、早めに早めに早めに。これこれちょっとやっちゃった西船、これ勝っとかないとまずかったのに、これやっちゃったんじゃない。文鎮発動キル、シュン、おっと文鎮が、文鎮がおっと、おなんだなんだ、追いすぎ。あとさあ、あごんでラインを上げて、ラインを上げて、おっと腕かえて、さらにラインを上げて、これは繋がらない。投げて真空、早めだな、昇竜拳で終わる。竜巻だな、竜巻だ、竜巻ですね。いや支援入れとくよな。あとこれは森上はいいぞ。逃げる。おー、垂直結構うまくて、うまいですね。あ、投げて。さあ、これは打っちゃいかんな。あー、コパン重ねとか。そっちなんかね、ちょっと入り悪い。さあ、フェイロン出てくると、まあ、DJ がいるんで DJ だと思うんですけど、まあ、DJ ダルシムバルログですか。はい、押して。まあ DJ だと思うんだけどね。バルログ DJ 何鳥だ、何鳥なんだ DJ。 ホンダ読みか、ホンダ鳥か、ホンダいるんで DJ 残しかな。あ、マイク復活しましたね、すいませんね、マイクが、まあ、死んでました。さあ、バルログはこれはカチューさんだね。カチューさん、ちょっと色がね、あれですから、ちょっと誤解を招く色ですから。誤解あ、なるほどなるほど、なんとかバルですね。そうですね。おお、早出し。さあ、今のうめえ、なんだあれ、チューチューチュー。あと、まあ、確かに近距離チューパンチは戻りが早いと割と何でも繋がるんだけど、はい、今のとっさに選んで文鎮うまいね、やるね。文鎮さんなんかすごい声援が。文鎮さん、やりますね。おぉ初小キック、すげえな、たまたまか。さあ、テラーテラーで置き攻めはしない。さあ、おといつやる、テラー、テラー出すんだ、死んだ。いや、これは
やる中盤出しちゃったか。ガードしたら勝ちだったね。ガードか多分真剣の最後、まあ、今ねガード以外選択肢は多分バク転でも、うん、多分真剣だから食らってるから、うん、ガードしかない、うん、今のはまあここは DJ だね、うん、経験あった大将ですか。文鎮が結構伸び伸びとやってますね。さあ入って4段おお何だハジさんですね。ハジさんリードしてるがまだ DJ 側は安全にいけるね。さあちょっときついぞフェイロン逆った。さあ完全に逃げて、おやる今の大キックうまいな。ハジチ DJ がやっぱこのチームエースですね。そうですねこれはあれもう一人いなかったっけ、うん、わかんないまだ一勝もしてないんじゃないですか彼は。多分出てないんじゃない。出てないね。あ今の梅遅らせアッパーすげえな、ま、投げの前そうだからさめくりさえ食らなければ。あーっと死んじゃうの。あー死んだ死んだって言っちゃダメなんだっけ。え行ったっていうふうに言ってる。死んだらいいのか殺すのがダメなのか。あそれはまずいですか。なんでしたっけ、なんとかスポーツ、なんとかスポーツ的には A スポーツだっけ、うん、B スポーツだっけ、なんか C だっけ D だっけ、そっちか X じゃないですかね、このゲーム X だからそんなね S かもしんないよ確かにザンギー、まあ、ザンギーね、いけるね。さあ、格ゲーにフェアプレーとかね、アホかと。さあ、ザンギー残ってんの、ザンギー本だと DJ ダルシム。いや、これね、一気にこれ流れ変わったんじゃないか。さあ、めくり、いってーできる、ハジ強い。まあ、ザンギーはいけますよね、DJ はまだまあ、でもハジ君もね、スクランやってるのがザン、軍勢とかですから、ね、軍勢だもんなー X スポーツX スポーツなんか悪そうな感じだね。確かにビデオ的な感じ、ビデオ的な感じになってるけど大丈夫。それ X ビデオじゃねえか見すぎだろ。見てね、見てない、俺は見てますよ。うまいなあ。とこれは終わるぞ、持ってって。いや終わんないか、まだ。あやる、終わる終わる、これは終わる、やる、持ってったね。今がガードで一応スパコンあったけどなんか出そうとしたね。あれかマシンガンで拒否ったのか。あーかもね。これ DJ は相当神経使うけど、そう DJ はね、削りうまい。あとやる、あー食らった、やっちゃった。今うめ、しかもスラキャン、スラキャン大ジャック、あ多分当たんないもんね普通に打ったら。いやこれきついぞ、 DJ がもっぺん貯めれる。おー3人抜き。さあピロシ、ホンダ、 DJ どうどう、3回行ったけど今あれです、ちょっと僕コンビニでも行ってこようかなみたいな、はい、どこコンビニでも行こうかなみたいな。コンビニもしくはトイレ。いやこれちょっとあれですよね、でもピロシの頑張りに期待したい。まあ KKA さんがいつ出るかっていうね、あそれにもちょっと確かに期待が。KKA さん今のところまだあれですからね、なんかミステリアスパートナーのままですから。確かに、もしかしたらチーム組んでないかもしれないですか。もしかしたら俺かもしれない。うそ、さっき出番あったけど、まだ出番あったやんゼロ勝1敗です。さあ踏んで、これは辛いな、これはきついよね。さあゼロドット、はい、ショーパンで飛びますね。そうですね、タッカン出しても終了。これはあれだね、角砂糖とかじゃないね、もうね、どのくらい、もうパーティーバーレルだね。どういうこといや、その重量的に、そんぐらいの差がある。あー、使った、早い、これはやばいぞ。ピヨッタ、第1周、ただこれ繋がんねえんだよね、DJ って。繋がってねえじゃねえかよ。どっちにしろね、3なん、DJ に入んないんだよ、ほんなら。いや、めくりが、あ、さあガード繋がんないんですね。そう、第1章ずつ入んないんだよ、確か。これ DJ まだいけるけど、鬼武装溜まった。さあ、エアスラ打てないんですよ。溜まったけど、けどってことで。エアスラ打てないじゃない。確かに、これ体力ゼロとかね。おい何してんの、ペロスさん。いやいや、何してんの、死ぬでしょ、さすがにこれ。おい遅っ、遅いね。おい運がいい、運がいい。しかも、ガードスタートジャックでよくね。まあ、確かに。まあ、ちょっと、お、優しい。確かに、ジャックでいいよ、よかったよ。まあ今ね、KK屋さんね、相当祈ってますよ、出番くんなっつって。
相打ち。さあピロシの命のロウソクが、えっ大キック当たった。あれこれはもうちょっときついね、さすがに。ああ、やった。今ワンチャン入れてないか、チャン投げれればね、ワンチャンツーチャンあったね、あったね。さあ、ね、C ブロック取って抜けたのはめくりバイス大会2で D ブロック決勝、体育総合対ザ・カーニバル、お願いします。いやー今ピロシー悔しいね。そうだね、はい抜けた、うん。さあ経験者さん、まだ未だエアですね。エアです。何もしてないですよね。何もしてないです、出番ないです。いや、なんで出ないんですか、率先して。いや、だから1回ぐらい、1回ぐらい触りたいみたいな。いろいろチーム戦略的に出番がないだけです。いや、だって別にあんま経験はないです。もしかして4人の今回あの 4-4 ですけど、経験はないさん、ちゃんと戦力として扱われてるんですか。おまけだから俺、おまけ。いや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 、ほら突っ込まれてますよ。まあまあまあですよ、まあ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 、エアー。これ、ゲゲさん、あれですか、あの、はい、S と再びですか。再び再び再び4様だけ殺して終わりみたいな。いやいや、でもね、普段頑張ってるあのチームメイトのみんながめっちゃ活躍してるんで、はい、すごい嬉しいです。まあ嬉しいですよ ね。さっきでも僕らの実況でもしかしたら経験が組んでないかもいないかもしれない、はい、マジかワンチャンワンチャン組んで名義が島である。そうそう、ワンチャン本人ここにいないみたいな。似た人。さあこのね、またエアーですやんってあのツッコミがいいよね。しょがりおじ誰だよ。しょがりおじさんあれですよ、九州のあれですよ、あのもうしょがりおじさんですよ。そうなの、しょがりおじさん、しょがりおじさん、しょがりおじさんなんだ。さあ先方たま、ん博士かい、博士店長。おお熱いな。 1P 側がザ・カーニバル、 2P 側が体育総合。さあ今日まだ動きいまいちな博士ですが、そう博士ね、今日ね調子悪いよね。店長だと、あ、吉和洋さん、なるほど。さあここは冷静に竜巻を背負って、ちょっと今スラストつらぐ自信なかったんでしょうね、ガードにしてました。おうまっ。あ、ニーアさんからツッコミがありましたね、ピロスさんに。何度も出してる土俵払い意味ないよなと。まあDJ 戦では確かにそうですな。おあ、何してんの、食らってしまった。かなりも遅れて食らいましたね。そうですね。あ、この薬すげえ効くかも、喉痛くなくなった。やばい、これ持って帰ろう。ちょっと誰でも押さえてるこれやばいな。むしろあれなんじゃないの、かなりやばい薬なんじゃないの、鎮痛剤としてこれ強いだけっていう。確かに痛くないと思い込んでるだけなのかな。さあ、うまい、見てから。さあ、新カードはまだ使わない。よく暴れたな、博士も。いや、これはさすがにきついよ。さあ、どうね。え、何してんの。まあ、真空重ねでよかったと思うんですけどね。まあ確実じゃないんで、通れば勝ちみたいな選択を言ったってことじゃないですか。その薬教えてください。いや、これは捕まるやつ。捕まるのかよ。わかんない、なんだこれ。これね、タイレノールって書いてある。さあ中途、あーっと今の竜巻に、わあ強気いった。あ、嘘ついた、俺飲んだよ、そっちじゃねえや。なんか、なんだろうこれ。さあ、博士が硬い。こうなると、あー使っちゃった。まあ、しょうがないですね。まあ、まあ妥当な結果になりますね。とね、なんだろうこれ、クールワン、クールワン、ソフト、こっちが痛みだね。で、こっちは何？なんかさあ、薬屋さんから的確なアドバイスが入っておりますが、クールワン、おー、
ほう、たん、さあ、結構悩んでいる体育倉庫。まあ、博士ですからね、それは悩むでしょう。さあ、スタートボタンを押して誰になるのか。体育倉庫って誰だっけ。体育倉庫は残ってるのはシャルバイソン、草チュンリー、焼き鳥、エソホーク。いや、それ草、エソホークかな。草じゃないの。フォークで行くの。そんな気がするね。博士のね、フォーク戦がよく知らないんだ俺。いや、結構上手いです。割と僕の記憶が一番、最新型はどうかわかんないけど、なんかひどい目に焼き鳥くんがあった気がします。おお、なんか近寄らせないね。さあ、相打ちいったが、あー、そうですよね、やるしかないんだな、こうバックジャンプ読みで。もう一歩歩く勇気はね、なかなか持てないんだよな。うわ、ブラスト。開幕勝負をつけようという動きを見切ったブラストですよね。しかも開幕すごく打つんじゃなくて、ちょっと置いて、あ、今のちょっと危なかったけど。いやー、博士がギリギリまで見てますね。これは、いや、これはきついっすね。さあ、のこのこ歩いてってしかないのか。さあ、歩かしてくれない。やべ、博士があれですね、調子が良くなってきましたね。さあ、最後は逃げパン、きっちり処理。ヨン様、どこで買ってきたか分かんないけど、唐揚げとか出てますから。ゆとりの、本当だ。もう全然もう強者のゆとりですよ、あれ。手足が伸びて弱いわけがないで。ネクロに失礼だろ。弱キャラだぞ、あれ。弱って、あのサードってそんなさ、露骨な弱ってあんまいなくない。いや、いるいるいるから。トゥエルブとかかわいそうだから。いやいや、今それ頭数に入ってなかった。さあ、なんか、しょってますね、博士が。乗ってきたな。これ確か、5先で5、3博士とかだったよね。3引けるなら全然あるじゃないですか。まあ、ヴァンパイアハンターのザベルとかもそうですね。さあ、あ、ゲーム見えてたのに。もう、背中陣でいいと思うんだけどな。あ、何やってんの。もったいなす投げか、まあ、まあ、ゲームでなんか、あれはないな。お、さあ、ワンチャン投げるよね。持ってった、まっすぐ行きましたね。もう2択しかないから。さあ、刺されている、刺されている。なんだ今のテンションは。苦しい。いや博士があれですね、結構いってスラストインフェルノですよね。しかも小スラじゃなくてスラストっていうのが博士っぽいですよね。あれの方が今小スラだと怪しい場合なんで素晴らしい。さあ、これはさすがにきついか。きついですね。大将シャルバイソン、D ブロック決勝ですね。3人抜き、先方3人抜き。博士がね、温まっちゃいましたね。負けました。特に見どころもなく負けました。終わり。強えな、博士。さっきまではあれだったんですけどね、そんな、あれ、今日の博士はあれだなって思ったんですが、急に強くなりました。もうやっぱバルログしかないな。それ僕もさっき言ってました、博士は早めに殺しとかないとってとこだったんですが、もうこれはさあ、これはやばいモード。あー、よく見てる。ピヨルよね。ピヨってグッバイとポイント。さあ、あっさり4立てということ
ということで、ルーザーズをこれから、お伝えしていく感じですかね。配信台でやりますか。残りは1台ずつだからね。いやね、なんでしょうね、あの博士は今回さ、博士さ、あのカーニバルか、カーニバルのチームは一番ヤバかったのはあれですね、永田正月戦でしたね。そうですね、アコ負けると危なかったですね。あれね、永田さんの対 DJ 戦はどうなんですかって、毎回聞くとぶっぱなしのソバットカーニバルさえ食らわなければ負けないみたいな。でそのぶっぱなしのソバットカーニバルを食らって死ぬみたいな、まあ、それも割とテンプレですからね。さあユリッチが自分のチームが勝った時より嬉しそうでというさあ箱がないんだよねそれね。A ブロックのルーザーズ決勝は04だから21世紀フォックスと、ウルーザキタレベン、21世紀フォックスとウルーザキタレベンです。あ、これ両方同時に飲んでも大丈夫なの？あ、ありがとうございます。気が利いてます。ありがたいです。素晴らしい。これで安心してタバコ吸えます。ありがたいですね。いや、そうじゃないだろ。実況そうじゃないだろ。全く人の話聞いてないからね。1世紀フォックスと…あ、終わったの？終わっちゃったの？終わっちゃったんで。終わっちゃったんだ。終わっちゃったらしい。21世紀フォックスが、なんか…勝ったの？勝ったらしい。マジだ？俺、近藤さんのバルルが火を吹くかなと思ったんだけどね。じゃあ、次が、高輪ゲートウェイと18番だから反省会ですか。A 兄弟で、1兄弟で4が上がったらしい。反省会 1P の高輪が 2P。 さあちょっと運営の手際が良すぎて A ブロックのルーザーズは、うん、抜けたのはガブジャパ、ウィナーズは C はめくり晩餐会が抜け、 D が、カーニバルが抜け。まあさあこれは先方は赤いフェイロン誰だ。あーこれシンガポールの、シンガポールのフェイロン使いです。シンガポールからわざわざ来てくれるなんてすごくね、やばくねえな。まあトモ君の友達ですね。あーなるほど。さあサガットフェイロンはかなりフェイロンっぽいですが、これがさあ繋がるのやばくねえ。あれやばいよね、しゃがみくらいだから余計にそうさ、確定でアッパーまで行っちゃうのは。これはあれから TFO さんとおじさんかな。おじさんですね。おじさん年下だけどおじさん、おじさん、うん、そうレッグがね割とアッパーがあって綺麗に落としづらいんだよね。これおじさんさっきねなんかダルシム戦やらされたりいろいろ今日は柔軟ですね。さあアッパーカットね。さあクラッシュ当ててだいぶ体力差は詰まってきたが、ああうううううっと立ち台パンでいい、これきつい、何もできねえ。飛ぶ上飛ぶんだ。まあでもああやってもう下に意識は今ほぼいってるから体育出ないよね。さあこれはフェイロンフェイロンクロス。さあこれはカムセイなんですか。これはクロスフェイロン同キャラでカムセイって何言ってんだろ。いやでもザンギと剣だからまだフェイロンだって話じゃないですか。サンサンダイヤグラムサンサン何やっても半分減るゲーム、
サンサンフェイロン不利。さああっという間にクロスがリードしているが、あ終わった。はい。なんだよね、劣化圏ね、3回サーツ打っちゃうと劣化圏確定だからね。さあそしてかぶせるとしたら TOMO ですかね。おベガそうだ、まあベベガは悪くはないですね。あんまり残りのメンツ的に、あでも剣がいるから一応竜取っとくのか、ちょっと投げて投げて投げて、さあやりたい放題やってくる。体力はジャッ…おベガリードからのいいですね、チープ。まあ、人間自体がチープですからね。おいおいさあ、めったなことをバレバレ、ショーパンからぶったら必ず歩き投げのクロス、バレて投げ返される。投げて体力はトモザベガ、そう、サイコテイル。さあ逃げて、さあまだ何かが起き、いや、だ、つながってないが、支援でごまかした。フォロー、ナイスフォロー。うわまた今度はしっかりやっちゃった。そういうゲームだったのかこれ。さあここで TOMO でしょう、さすがに。さあどうも、やねえこれ。さあ、優しい、進んだ。クロスのフェイドもね、これ何でしょう、交通事故みたいなもんですからね。ある意味全キャラゴムですよ、うん、さあ前、飛んじゃいけない前で前ジャンプをし続けてますが、さあなんかさあ死んだ、なんか半分自殺みたいな死に方でしたけど。まああれタイムボカンですから、タイムボカン。これも自爆、これもカーシムとクロスはタイムボカンですよ。基本的にいつでもどっからでも自爆ボタンありますから。さあ支援で、あアフロからあれですね、ナイストモト。なるほど、やっぱライバルですからね、トモトモ君にアフロからお褒めの言葉が。さあどう、さあ怪しい冷静。さあこれはしょ、しょりましたね。これで縮小復小ですか。残るは隊長ザンギと織田健。これ一回予選で当たってるんですよね。さあアフロがグレートジョブとナイスと、その時は高輪ゲートウェイが勝っておりますが、さあやった、大足歩いて大足ハード失敗して大昇竜でスクリュー食らって、これ体調か。さあ体力いきなりスクリュー一発分プラスダブラリカからスタート、ハンデ戦ですね。さあしかしほぼ五分まで来た。噛みつかれて、さあ残り体力ゼロドット。こっからザンギ意外と遠いんだよね。まあ削るのがあんまないんでね。もうローキックシャカシャカシャカで相打ち OK 的な感じでいくしかないじゃん。もっと前歩くしかねえだろ。ロー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 はでもね、かなり相打ち取れないら、相打ちを取られるらしいんで、
真空さえ食らわなきゃ、真空を使ってくれる場所だったね。さあ中腰だけ気をつけてほしい。投げる強気に行った。投げ行くんだ、やるな。強気に行きましたね。さあ昇竜が出なかったが竜巻暴れ。さあ画面端に運んでいく。まず基本的に龍拳は残業画面端まで運んでいく仕事、運搬業からスタートですかね。まあダブライで下がれなくしたいんですよね。そうですね。まずは地道にハードと前足を駆使して、さあ TOMO が作業していく。なんでトモ君のこと TOMO っていうのかな。それが本名みたいな感じ。みんな言ってるじゃんだってさあ隊長死ぬのか。おぉ、練りじゃね、まあ、飛んだらもうすぐ回し蹴りやろうとしたんだろうね。近意外と近かったみたいな。完全に今手置いてましたね。どうせもうそれしかねえ。ファイナル食らわなければ。体のファイナルはやばいからね。さあこれで大将小田健。さあアフロがトム君ベタ褒めですね。ナイスと。さあ小田君はね、やっぱ知る人ぞ知るですからね。彼本当に器用系でうまいんですよ、何使っても。さっき中本さんに普通に勝ってましたからね、うん、あ、ブランカ戦はすごいうまかったね。羨ましいと思う。ブランカ戦からっきしだからさ。さあしかしさすがにこれは竜と剣の差が今のところ出ているか。ナイス刺して、さあタッキー。うわっ、あーちょっと遅かった。さあもうこうなると竜何もしてくれないですよね。いやーしっかりしっかり昇竜と。さあ昇竜抜けたが、あっと暴発。さあ今はしかも偶数回数なので剣は竜のシンクアドは怖い。しかし、まあと一発なんか食らわないとシンクは怖くて怖くてしょうがない。うまい。大返しですね。いやーハード打てねえぞ。打ったら死ぬぞ。投げて受け身がない。あ、時間もない。グー奇数になったがシングで死んじゃう。そうですね、ちょっと遅かった。仕方ないか。ということで B ブロックの2位は反省会。反省会。そして続いて C ブロックが西船シーパラダイスと、すごいですね、あのスティーブン声がでかい。スティーブンとかアフロとか海外勢かトモ君ベタ褒め、ナイスと。まあね、彼らからしたらトモ君はあれですか、あの盟友、まあ仲間ですよね、うん、いやすごいですね、トモ君これ本人見せてあげたいですね。多分喜びますよこんなん、うん、サイレントスコープとアフロとあのそこら辺がすごいもうトモナイスみたいな感じでベタ褒めしてるよ。トモ君喋っとけば返事しときなよ直接。チャットで喋ります。なんか英語で言っとけば。え、いやいや、おーそう、あーサイレントスコープとアフロあたりがすごい。おー、はい、スティーブン、アフロ、イグルー、誰だあと。いや、thank you for rooting for me. Hey, トモ。いや、I miss you. 寂しいと。そうね。いや、I'm waiting for you coming to Japan next May. Yeah, thank you. はい、ということでトモ君からね、あの海外勢にすごいあれですね、あの返事がされて、いやでも本当あれですね、すごいみんな仲良しですね。さあ声はでかいが白石君が行方不明と。メイビーってサイレントスティーブンがメイビーだって。さあ白龍試合ですよ。白龍さあこれ次 D B C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  のルーザーズ決勝。
まあ予定よりもちょっと早いんじゃない、そんな感じですかね、うん、まあ予想してた感じの時間に、あれひょっとしてこのあれかな、喉とかのやつは痛くなくなる代わりに代償としてなんか睡眠的な、いや、やばいものを消費してる感じ、なんかなんかパトラッシュと、なんだかとっても眠いんだおい死んでるじゃねえかいやまだ喋ってるから生きてる、なんだか眠くなってきたぞ、はーい、じゃあ急いでいきましょう、こ今度はコエモン、コエモンさん試合っすよ、さあコエモンさん仲がいいのか悪いのか、あ、いたいた、まあどうせ先方じゃないからいいんじゃないでしょうかね、いてもいなくてもさあ決まったか、はい、じゃあ始めてください、 1P が声がでかい、 2P が自主なのシーパラ、さあ平先方ですね、平対モミオ、モミオこれは面白そうですね、さあ平やはりやり込み不足があるので操作ミスをしちゃうと残儀戦はいきなり死んじゃうので、でも平、おっマジか、平らしい、今ケイラリだったよ、早いかったね、今反応はいいっすよね平、うん、さあもうゲージ溜まってる、さあ冷静に、さあでも画面端が近い、さあもうまっすぐ一発目に行って、ね、しっかりリバーサルアタック出てましたか、さあ出てました、なんメアだったのかな、それでもどうせ来ねえだろ的な感じで、だからナイトビアを1回目に使っちゃったからなんかとりあえず浮いてみたのかっていう、あーでもないか、下ためも解除されてる、うん、あと危なかったか、じゃあうめえな、さあこの、ね、試合はあれですね、ちょっと大事な試合だと思うんですよ、お互いにこのラウンドは相当タイラーなんですが、もうナイトミアは変わってきないですからね、さあ、まあ、しょうがないです、さあ行って、ショーパンド大あの残儀のタイラーがここ、あーった、欲張った、欲張ったね、今か、か、紙に行ったね、それかもう、もう一回ローだって終わり、いや最後の最後に遅れた、まあしょうがないかね、さあジャイアンかな、テキサスのフリープレイアーケードさん、ありがとうございます、はい、クリス、さあ、当然ダルシム、さあ、ジャイアン、ジャイアン VS ストバンクも見よう、さあ、この間大阪来た時は、ダルシムザンギのことを相当モミオと喋ったんですが、それが生きているのかどうか、まあそう言ってもきついですからね、これ、さあ、さすがにこれは冷静、危なげないですね、死んじゃ危ない、あーっと今のもったいないな、ガードしときたかった、大ファイヤーをガードしちゃうと、なんだファイヤーガードしちゃうともう一発すぐ普通に飛んでくるだけだからね、さあこれはうまい、かくったな今の、これは確定ですね、今の多分投げもギリギリ当たらないぐらいかな、さあプレッシャーかかるぞ、ちょっとひよってるかジャイアン、あ、あ、あ、お疲れ、
お疲れか。あ、ウォリバサチョップ。あ、今度は2度目はないだろう。ないよな。ですよね。一回逃げたんですけどね、今ね。いや、これはジャイアン仕事できなかった。先ほども DJ 戦だったんでね。これは悔しいですね。やっぱやり込み不足は大会で出ますね。さあ、ここはフェイロンかな。まあ、竜よりはフェイロンだと思いますけど、ね、まあでも、シロ君のね、ザンギ戦はかなり神がかってますからね。これはしかし、シーパラにとっては大きな大きな一勝。確かに、でかい。一番きついキャラを倒しましたからね。ラウンド1、ファイト。さあ、小山。さあ、小山がまっすぐガードしましたね。まあ、もみおもやっぱ乗ってますね。確かにもみおも、お、やばくない？なんかおー、パイル田村っぽい。しかも後ろにパイルですからね、しっかりね前じゃなくやりますね、今ね。あんなんどうすかね、ぐらいの勢いで一回やってますけど、どうせビビってんなってみたいな感じのやべやべ。あ、冷静。おお、マジか。やる。あー、ちょっと早かったね。もう一回やる。スクリーンネームトネピーあっと、まあ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 空中くらいならまあです。さあ、サンドと安定してるぜ。さあ、ポエモン君もね、こうなるとうまい。これは軍勢の技。アップル。やばいよこれ。うー、暴れた。ブデさあ、分からんぞこれ。じゃあ、なんか上をさっきから通してきたな。でもまあ、さあどうなるこれ。あーあーあいつパイルいったぞ。パイル、あーあー、やる。声も焦りましたね。やっちゃいましたね。いやー、やっちゃいましたね、今のはね。やっちゃいましたね。劣化でよかったと思うんですけど。劣化1、2で今やめて劣化進言だけど、1、2、3まで行って、そっからもう一回様子見てよかったんじゃないでしょうかね。それか、まあ起き上がりだったから迷わず劣化から行ってもよかったかもしれない。いやー、今のはあれすな。さあ、ポイムラさん、ババで飲んでる。どうでもいい情報が来た。さあ、もう圧倒的シーパラムードですが、ダブラリよく我慢した。さあ、さっしさあ、ここは使っていく。ドミオはね、白石君とね、非常に仲がいいので、これはある意味指定なんですね。うわー、うまい。減ったな、減ったな、今の大工。おー、やっべ。ローを陰縫いしてからの弾きスクリュー、やりますね。さあ、今度はしっかり対空。おっとと、クラップが危ねえな。大石。さあ、今の昇竜ガード外れたのはでかいですね。さあ、2ラウンド目は白ペースですが、これはまだ分からん。しっかり上。ファイナル入ったらこのタイプ死ぬまであるよね、下手したら。2ラウンド目だから死なねえか。さあ、押し込む。うーが、どうせ来ねえだろうと今すごい自信満々のしゃがみしてましたね。しっかり見ている。危ない危ない。一旦式直しですね、逃げて。さあ、ゲージお互い溜まって、あー、うまい。ダイエットからのうー、ああ、勝利出した、割り切って。割り切ったね。さあ、削って使っていくのが、ここ体力取り返しましたね。ああ、最後モミオ、モミオが決め切った少々大足とか。今のはやりますね、多分シャガショーからローまで入れ込みだったと思います、はいはい、しっかりヒット確認しましたね。
いやいや、お見事でした。さあ、若手が勝つと。ということで、これで、決勝トーナメント8チームが、あ、違う、もう一個あるの、ごめん。D ブロックが、体育倉庫と、どこかな、ゆうちゃんとこじゃないの、ゆうちゃんとこでしょ、中野まんじ固め、うん。ということは、おゆうちゃんが紫擁する、2かけミリオンゴッズは、死亡と。いうことですね。マジで、そう、そらそうでしょう。上がってきてないんだから。そっか。まあ紫がやっぱり A4 とかいるときついっしょ。チュンにもいる。いやマジだ。そこどういう風に変わったんだろうね。見たかったね。ちょっとどういう流れだったのかさっぱりわかんない。あとでちょっと落ち着いた流れどういう感じだったのか聞きたいですね。いやいい試合でした。盛り上がりましたね。まあ、もみおくんはね、まあ、あのポニーをもっとして、いや、もみはいいよと。いいよ。何がいいんだか分かんないけど、なんでそんな。やつはいいという。なんでそんな上からなんだよと。あいつはいいよと。まあね、そんな話をしたら、紫くんは嫉妬しちゃいますからね。確かに。ポニー村信者筆頭ですからね。お疲れ様でした。さあ決まった 1P 側が中野まんじ固め、 2P 側が大吉倉庫。さあ瀬尾チュンリーと焼き鳥 S フォーク、一気にもう一気に行こうとしてますね。これはどうなんだ、読み負けたのか中野は。どっちもどっちじゃねえかな。微妙な感じですね。お互い嫌だと思ってるよ。まあフォークはね、とりあえず基本的に全キャラ角砂糖1個分有利ですから。さあ開幕は飛んだよ。さあ逃げたが、さあしっかりと引きつけてるでしょ。さあ追っ払う、追っ払う、うわーブレイが、あーおーセーフ。さあ画面圧が逃げましたね。今の画面入れが大きかったですね。さあ少しずつ画面を押していく。おー冷静。さあ対空戦列ガードでいいという戦列。あーっとこれは、うわ当たるんだね。大転生。おっと食らってぶっ刺さって、あー打ってく、離したよ。いや今バックジャンプ読みの大キックだったと思うんですが、迷わずセンス放しましたね。逆にそれを読んだか。まあトマホーク打つことはないだろうということなんですよ、さすがに。食らってバックジャンプからのコンドルだったらまあ置き攻めされないしみたいな。いや今のは瀬尾くんが、瀬尾くんらしからの思い切りの差でした。そうですよね、普段あんまりそういう読み合いするタイプに見えないんですけど。さあ、がぜん流れが変わってしまった感じですね。転調優ですね。さあ、ヤクレスで投げて、さあ、よう見てんな、しっかり見てから削りだよね。削り確定ですね。今のはもうレンガでしたからね。今の判断非常にあれですね、瀬尾君らしい堅実ですね。確定は 100% 取ると、うん、さあしかしえらい、ちょっと見ないで店長がえらいダメージ取ってるめくり。さあ店長のめくりってさ分かんないよね。分かんねえ、見えんだ。さあこれセンスは溜まった。おお、玄関。
あじうーんさて、ツーピーカーに回ったが今度はショーハード引っかかる。さあ、時間もないしゲージもないが、さすがにきついか。溜めーる、あーっとっとっとあるのか。あ、あ、あ、あーげた。マジか。あるといいながありましたよ。しかも今受け身取れるか取れないか際どい体力でしたね。まあチュンリー相手に信用していけなかったですね。まあ取っても体力が逆ってますけどね、多分。あ、減ったな今の投げ。さあシャルバイソン、さあ下限、ね、ゲージを回収させない。あっと今、うう、まあ、中足からのクレジバッファーが簡単っぽいよ。うわ強気、うわ背中蹴りうまっ。今投げが中盤化けちゃいましたけど別に結果オーライでした。あーっとしょうがないね。いやー、うまいですね、セオチュンリー。さあ、いていて脚列強すぎだろ、あと何なんだ。あーあー、危ない危ない、ね、ホンダのドスコイがね、手に判定あるのに1200ですないですからね。あー、これはちょっとひどい差別ですよね。さあ、死んじゃう。さあ、出させられた、ね、これは、あー、当たるかね。なんと大将草野を残すのみ。まあでもチュンリーですからね、ワンチャンありますよ。まあありますよ。だって相手チームってブランカとキャミーとベガでしょ。全然ありますよ、チュンリー。あるんですよ。あるんで分かんないんですけど、でも今日草くんいい感じでしたからね。そうなんですよね。投げて100列暴れか。さあ、お互い精熱は溜まっている状況。とあーあーあー投げ投げる。さあ、草が、あ、背負う4対リーチ。さあ、投げて、いや、さあ、これね、投げてゲージをめっちゃ溜めている。さあ、溜まった。これちょっと草くんきついね、先に体力的には勝ってるけど、いって、あっと、危ない、今の、んーなー、さあ、溜まった、溜まってないからね、しっかり。つい打っちゃったというやつ。さあ投げて、さあ俺も100列こするよと。さあ背中蹴り投げる、強気、溜まってないのはきついが、さあきつい。さあ逃げた、投げにはいかない、なんとか溜めたが、あー使わされた。これ投げ2回通さないで来たよ。さあ投げ1回の圏内に行った、暗いテンションおしまい。おおお、いや今ねどうだこれ、一応あるか、めっくり顔さして投げだった。あおーめちゃくちゃボタンを押した、ボタンを押す勇気、むちゃくちゃ頑張った。さあこっからまさかが、まさかまさかがあるのか。さあまず中野キャミーが行く。おいキャミー、おい間違っちゃうよ、殺してもらえますか。殺してもらいましょう、ステージ変わるのも嫌なんで殺してもらいましょう。さあキャラをミスっちゃいましたね。
さあ、たまちゃんが楽しそう。タミーと間違いようがねえだろうと。まあ確かに、まあステージ変わんないですからね。ステージ変わんないから。さあさあ、今の間違いをトナピーが精神的に引きずらなければ、まあ草くんからしたらちょっとした集中力切らされた感じがあるので、どうなんですかね。まあそうかもしれません。僕自身もああいうの嫌ですね。でも間違えた中野ケミーの方がやっぱショックはでかいと思うんですけどね。意図的にやったんでなければ、まあさあビンザ冷静、さあくぐって、さあ頑張っている草チュンリー。これあるといいながあるのか。さあ対空気を雷雨してって上から、ただ残っ、まあね、まあ、ここ勝つのもあれですけど、残った2人は相当厄介ですからね。あれね、今草君が話したけど、キャミーの飛び込みってね、チュンリーほとんどオーラパンチで勝てんだよ。遠距離だとあれかなりやばい。さあ逆列暴れの密度がやばい。フーリガンは通らないと。あったんかな、おじさん投げ行った、欲張っちゃった。まあ、草くんも若干焦ってますね。今のはね、まだ全然普通に下段でいいと思うということですけど、あっとどうだ、投げて、あ、受け身ない、やばいぞ、危ないが冷静。そうそう、あれ結構ね、え、それでも負けちゃうみたいな感じ。さあどうだ、おーマジか、大パンキャンセルした今よ、うん、クーリアでしたね。さあ勝ち上がりは今のトネピーすげーな、中野まんじ固め、今の大パンでキャンセルのフーリガンは相当やべえな。いやー今は本当にキャミーは、まあキャミー人口が少ない少なくない関係なしに、まあ、全員一じゃないかなと思うんですよね。さあこれで予選が終了いたしました。決勝トーナメントの作成に今から移ります。経験さん残ってんすか。あ、そうか、エアか、エアーマンだ。エアーマンだ。じゃあのお願いします。はい、じゃあ抽選ですか。抽選だよね。とりあえずルーザーズは枠4つもう決まってんだっけ。引かないんだよね。C、D で決まってて、ウィナーズ側は何、じゃんけんで決めんの。じゃんけんで決めんの。じゃあウィナーズの代表者じゃんけんで、順番決めですね。うん。あ、トランプ引く順で、トランプ引いた順番から入る。トランプで書いてある1、2、3、4の順番。あ、なるほど。なるほど。トランプどうしましたっけ。トランプあります。あ、来る9時でも全然。だから1番が A ブロック、2番が B ブロック、3番が C ブロック、4番が D ブロックですね。あ、じゃあ9で引いて、うん、1番目に引くか2番目に引くか3番目に引くか、あ、3番目に決めて貼ってく。あ、貼ってくね、貼ってくね。 A はね、貼ってく式です。1番が最初に貼る。だからじゃんけん負けたからってダメってことはない。あ、じゃあ、じゃあ4番引いたらもうダメ、ダメっていうかもう最後ラスト。なるほど。はい、カメラ、あ、こちらで、ここら辺で、代表者じゃんけんを、ルーザーズじゃんけん、あ、ルーザーズじゃない、ウィナーズは、ファイヤーグランドヤハドは代表誰ですか。代表4様。今、ここカメラ、ここ来てんで、KKY ら辺が真ん中ですね。ここら辺が、あそこ、筐体の上。KKY が真ん中。あ、東光さんの辺か。で、B が、ガムジャパ。ガムジャパは東光さんだよね。で、C が、めくりばさん会は KKY。で、D が、カーニバル。カーニバルは代表は、カーニバル代表、青西。じゃんけん、とりあえず。くじを引く順番なんで、じゃんけん。ショアグー、じゃんけん、ほい。1番。
最後最後じゃあ、くじはあります？くじ誰持ってんの？じゃあ、とりあえず大西から引いて、大西からまだまだ見せないで、まだ見せないで、あのね、ここら辺が真ん中、ここら辺、ここが真ん中ね。あ、用事そこある。まだ見せないでね、まだ見せないで、一斉でしょ、一斉の方がいいでしょ。引いて引いて、まだ見せないで。はい、で2番、2番 KKY、 3番が闘魂さんで4様と。じゃあ一斉にカメラに向けて、はい、バットの、はい、1番誰？1番4様、2番は KKY、 3番が、さあこれたまちゃんチームかなりきついな、4番目って。また有名ですね。4様とりあえずどこに入るか、トーナメントはありますね、ありますね。あ、ごめんごめんごめん、見せなかった、見せなかった。とりあえず貼って見せたいな、カメラに、カメラに見せたい、カメラに見せたい、カメラに見せたい。貼って貼って、まあ時間ゆっくりあるんで、 A が21、ちょっと待ってくださいね、か考えといてください、考えといてください。ヨン様チーム、KKY チーム、あのカーニバルは考えなくていいんで、下ちょっと一回これ貼って、あのカメラで見せるんで、時間ゆっくりでいいでしょ。思ったより早いかな。うん、あ、はい、回収、回収します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 。 KKY は、 KKY は、 KKY 持ってる、回収、はいはい、ありがとうございます。じゃあ一回、ヨシオ、あのカメラに見せてもらえる？ヨシオ、あのカメラに、カメラに、カメラに、カメラにやってもらえるわ、カメラに。うん、あ、そうだそうだ、そうだ、そうだ、こんな感じですね。21世紀ホークス、西船橋パラダイス、反省会、中野万次方。中野万次がね、多分あのルーザーズ抜けだと最強ですかね。じゃあヨン様どこ入るか、左上、左上、左上。21世紀ホークスと、ファイヤーグランドエアハード再戦ですね。一回やったところと、もう一遍。これはキャラ的に終わっとるな、終わっとるな。張れる、張れる、張っちゃいましょう、張っちゃいましょう。ゆっくりで、ゆっくりでいいんで、ゆっくりでいいんで、ゆっくりでいいんで。で次は、めくり番3回は、まあちょっとゆっくり、まあ選んでもらって見て、決まってる。じゃあ貼った後に、貼った後に、一回勝ってる事件、事変、事変。さあ、どこですか？西船、西船に入る、西船再戦、再戦ですね。さあ C 再戦です。これ全部再戦じゃね、全部再戦じゃね、なりそうだね。で次がガムシャラジャパン、ガムシャラジャパン、まあゆっくりで、反省会か中野まんじ固めですけど、いやー KKY が一回も出てない。まあ藤本も出てないのか。はいはい、ガムジャパどっち行きますか？さすがに再戦、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 再戦しない。あ、当たってない、当たってない。どっち行く、どっち行く。反省会、はい、全部同じブロックで固まりました。
全部同じブロックで固まりましたね。なんか、B ブロックだけね、やってないってことで。KK大さん、勝っても負けてもないよなぁ、と。また、そうですね。出番ないのフジモンと KKY? だけ?だけかな?だけかな?だけですね。たまちゃんのところ全員出たもんね。ガムジャパン全員出た?出番あった?全員出番あった?あった?なるほど。いや、エアーの権利があるのは KKY さんとフジモンさんです。エアタイズです。こうなりました。じゃあ、もうすぐやっちゃう?半からやる?どうする?あ、じゃあ、半からやるんで、あ、宣伝やっていいですか?とりあえず半から、決勝をスタートします。半から、とりあえず順番は ABCD でいいのかな、うん、だから上2つやって下2つみたいな。ガムジャパが B、 ガムジャパ B、 うん、そう、まあでもまあ、順番的には AB だね。これちょっと変わるけど、まあまあしょうがない、しょうがない、いや組み合わせは一応変わる。 A と B が当たるっていう可能性があったから、本来はうん、まあ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 しょうがないんで、ちょっと本来はね、B が左下だったんですけど、ちょっともう張っちゃったんで、しょうがないんで、で変えたらまた2回戦の組み合わせが変わっちゃうんで、ちょっと申し訳ないですけど、不手際で申し訳ないですけど、こういう形で、まあね、もう先に入れちゃったんで、しょうがないということで、申し訳ないです。やり直すっつっても、多分選ぶところからやらないといけないもんね。だから KKY はどこを選ぶかっていうところが始まるもんね。だから中野と やりたくなったら、で各国でしょ、うん、ここだから、ここをどっち行くかって。2回戦のこと考えると、まあ、玉島とやりたくないから、したってのはあるよね。まあまあ、それはその感じで。で、順番は、横でいい?横で。縦の方がいい?縦横、どっちがいい?順番。縦横、どっちがいい?縦横。横がいいかな。横がいい。じゃあ、AB、ABCD。そうだね。はい、わかりました。もうちょっと前行って、前行って、前行かないとわかん、見えない。もっと前。カメラに近づいて。お、そんな感じ。OK。半から、決勝1回戦からスタートいたします。1P、2P ね、先方決まってるんで、敗者抜けの方は、先方決めといてください。で、1回戦第1試合の、FOX は、運営の方に、セロテープさんですかね、に先方を伝えといてください。先方ってか、相手にも伝えて。マジか、言ってない。ごめん。あ、なるほど。じゃあ先方とりあえず、先にルーザーズは伝えてください。全部決めとかないと時間かかっちゃうんで。OK、先方とりあえず全部聞いて、ルーザーズでもう発表するんで、あと5分後にスタートいたします。でちょっと時間があるんで、告知をいたします。3月の、17日、3月の17日日曜日に、中野レッドブルースフィアですか。で、アニコレのオフラインイベントを行おうと思ってます。アニバーサリーコレクションですね。タイトル12、3個かなある、タイトルで。まあ、メインタイトルは、X03、サードと、行って、まあ、他のもう一個なんか投票かなんかで人気がある、まあスト1とかスト2初代とかターボとかですか、あそこら辺が多分人気あると思うんで、まあそこら辺をまあ設置して、まあオフライン対戦会と、まあトーナメントを行おうと思ってます。アニコレ勢の方もね結構いらっしゃると思うんで、ぜひお誘い合わせして、参加していただければと思います。ちょっとまだ詳細が決まってないんですけど、まあ私が X の担当みたいな感じで、
まあ、03とサードの、まあ詳しい方を、加えて、行おうと思ってます、まあ、実機勢の方もねぜひ来て、まあ、交流会というかいう感じになればいいと思ってます、まあ、サードとかね03も一緒に、ワイワイガヤガヤ、まあ、エンジョイっぽくできればいいなと思っております。まあ、またスト2とかはね、まあ、お子さんがいる方もいらっしゃると思うんで、まあ、親子で、参加とかいうことも、まあ、面白いと思います。まあ、X なんかはね結構、分かりやすく単純な、ゲーム性なんで、まあ、親子でも楽しめると思っております。さあ、あともう、4分3分ちょっとなんで、松野は真ん中じゃない？先方決まったらちょっとマイクで言いたいんで、先方教えていただけますか？発表したい、発表したい。まだ決まってない。ルーザーズ側はね、先方固定です。固定です。同じ人が出ないと出ない。だから、負け負け同士だと先輩はもう確定してて、まあ、1P2P じゃんけんだけあるのかな。うん、まあたまちゃんチームは勝ってるんで伝統構えて、いやまあ行かないと思いますよ僕でも行きません。僕でも行かないです。男気とか勝ちたいんでもうね S サガート使ってる時点で男気とかないですよ。勝ちたい勝ちたい。うん、そんなジャイアントキリングとか狙ってないですから、とりあえずルーザーズの戦法を先に発表したいんで、まあ1回戦第1試合のどこだ、ホックスか。ホックス戦法とりあえず座っといて、ワンピースビどっち、スピーじゃあワンピー側、ホックスワンピー側で先方座っといてください。先方ホックス誰ですか？キャミー、はい、 S ケン、 S ケンはポガ君、ポガ君の S ケンね。はい、 S ケン B ブロック、フェイロンですね。B ブロックは反省会はフェイロンが先方確固定です。で C ペルオバイソン、バイソンペルオバイソン一生固定、負けるまで固定、全員チームが。 D がトレピー、まあキャミーですね。じゃあまあ30分まであと1分ちょっとで、ぴったりで行おうと思ってます。あ、呼びました中野さん、呼びました。僕の名前呼んでない気がするんですけど、中野さん呼びました。あ、なるほどね、あの過去の英語ですね。今日活躍しなきゃダメなんだよね、昔いくら勝ってもねダメなんですね。あ、そう、あ、なるほど、私も全くいいところが、あ、なるほど、俺もロールはねランク上がったんでね。まあ X もね、やってないとは言いたくないんで、そこを言い訳したら始まる。あ、吉尾さんがじゃあ解説お願いしていいですか。はい、どうぞ。わわ騒ぐんで、で分かんないところを吉尾さんに振るんで、はい、それでお願いします。さあ、あと20秒なんで、先方、真面目にやります。ついに真面目にやってます。ファイヤーグランドエア、波動は、誰が先方ですか。先方座ってください。先方、あと3秒です。先方フジモン、あ、もう座っちゃった。あ、やり直しですね。じゃあ私が、掛け声を、出しますんで、盛り上がっていこうと思います。さあ、2018年12月30日、大晦日1日前、フォックス決勝1回戦スタートです。
。はい、お願いします。さあ、S ケンと初出場のフジモンですね。ワンピー側が21セコックスで、ツーピー側が、あれですね。これ、S ケン DJ、はい、どうですか。いや、いい勝負なんじゃないですか。いい勝負ね、意外と先方分かってんとね、フジモンで行ったっていうのはね。はいはいはい。まあ、フジモンのエアで優勝しないっていう力強さが。はい、通常技もね、すごい、うん、S なら勝てますし、この時も全然ね、このダイヤシーとか、ダイヤシーとか強いから、強いから結構やらんじゃない、はい、抜かれたらめんどくさいよ。かなりいけますよ、多分。で、S ケン、他のキャラも全部いけるでしょ。はい、そうですね、ちょっと S が勝ってきてるじゃないですか。あ、そう考えると、まあ DJ もありなのか、逆に。そう、あ、そうですね、だから S ター取っていって、みたいな。あと、まあ龍か、X ケンはきついでしょうしね。うん、X ケンは明らかに厳しい。残り10秒、させ、ちょっと DJ がリードしてるか。いや、これ食らったら痛い。あ、食らったぞ。じゃあ、時間が、いや、さすがに波動でよかったんじゃないかな。いや、でも支え削れないか。微妙でしたね、ちょっと微妙だね。まあ、でもジャック、あのカーニバルでとりあえず時間稼ぐっていうのがあったから、まあ、でもいい試合でしたね。あ、打ち合いはね、さすがに剣がいい、ね、そうですね、打ち合いもいけるし、うん、足払い戦も全然 S ならいけるって感じなので、あ、まあ、DJ 飛び通したい感じですか、うん、普通に待てる上に、あ、しかし飛んでしまう。おっと、はい、よく出しましたね。あれ、投げるに出ないっていうのはきついな、ね、あれに5番大ジャックとかを決めれると非常にいいんですが、 S 剣いるのかな、チューブ。おっと、今の危ないぞ。溜まってなかった、溜まってなかったですね。いや、硬いね、お互い、うん、しかし、いい感じじゃないですか。あっと、身が取る。これで、いや、厳しい、1ラウンド目と同じ展開。いや、フジモン勝てえな、うん、飛び1回、これ1回の飛びで決めました ね、うん、いや、これはさすがにちょっとムードが悪いか。純粋な意味の前飛びは間を詰めるためにもう数回やってましたけど、お、明確に波動を飛んだっていうのは1回でしたね。これは、ガイル、ウネガイルですか。ウネガイルですね。さあ、かなり若手で攻めっ気強いと言われていましたが、これなんだかんだ少しずつ、あの、どうですか、完全に上から目線ですけど、はい、少しずつ上手くなってるので、いいんじゃないですか。全然いいですね、若手としては成長してるという感じだと思います。組み合わせ的にはどうですか。組み合わせ的にはほぼほぼ五分だと思いますよ。まあ、でも獣でね、割とガイル、そうですね、ゲール行きましたね。私もあの若干ガイルと思ってるはずです。まあ、でも差はあんまないっていう、うん、いや、とんだ前にちょっと今のは甘えたが、まあ、うん、どんなも勝負ですね、今のは。エアソラ削りを読んでと、うん、まあ、あのカーニバルもあるし、はい、あの少しスタブの前の外だったので、ああいう通常技を透かしてダイヤソラってのが超強いんですよ。あ、なるほどなるほど、はい、なっていうのでっていうのもあって、それには前ジャンプしかないんで。なるほど、意外と頑張ってるね。そうなんですよ。ああ、裏切った。逆にフジモンは割と固めに行きたいから、うん、あまり思い切った行動できないって感じなのかな。とはいえ、もうリードしてるのでね。そうですね、リードされてるったらもうガンガン行くしかないんですけど、クレバーな選択で行くっていう。あ、そうですね、あっち、もう相打ち OK というところ。いや、コパン、コパンうまいですね。コパン、おお、打ちして台足、新しい、いや、前飛んだ。ああ、惜しい、出なかったな、根性値あったかな。むしろよく中盤押しましたね、押したね、うん、まあ軌道をずらせないから、まあガードさえしなければ、うん、よく今中盤押しましたよ。あんなに前で歩いて、さあいつソニックに対してスライディングしようっていう時に、いやね、反応もいいんだよこいつ。今日出てる中だと多分一番2番手ぐらいに強いんじゃないですか。博士は多分一番強いと思う。結構ね、あれなんですよね、対飛び道具とか、対その玉なしとかで、対玉なしが抜群に抜群にうまいですね、フジモンは。ハクキャミ、これは、いや、終わりじゃないですか。これは終わりなんですけど、ハク君が本当かなりいいプレーするので、おい、なんてだろう、うん、割って、あー、早かった、あー、早かった。あれがね、ミスると DJ 側はかなり楽だよね。あとはまあ、もう風鈴だけ気をつければ、うん、今日はトナピーというハックでかなりいいプレスですよね。さあ、めくりにはいかない。いやー、ちょっと遅かった、今度は遅かった。
いや、さっき早かったからね、ちょっとひよっちゃいましたね。で、まあ、詐欺飛びだったとしても、まあ、投げ1回でしょ、うん、さあ、めぐり、おと、めぐり出なかった。いや、フジモンがやっぱり硬いな、盤石ですな。エアスラも相当速いんですよね、はい、ダイパン押しとけ、押しとけダイパン。いやー、出してんだけどね。うわ、入って、いやー、ダイパン押しとけ。これはもう切ったか、ダイパンよく出しましたね、今リバーサルシールも高いですね。いや、うまいんだけどなー。いやー、さすがに、まあ、大キャノンで一応逃げれるけど、端端いや、かなりでも精度高いですね、そのリバーサル率といい。なんかさすが回転で感じません、うん、なんかそういうのもちょっと煽る要素はないんだけど、さすが、なんかすごいですよね。さあ、下がって、これはこれは相当きついんですけど、うん、この間、X アートってそうですよね。この間見た感じ、すごい結構前ですけど、うん、4代目X アート対フジモンがあって、結構衣装だった。そうですね、まあ、4代目が超うまいのもあったし、うん、フジモンってそんなにサート戦になるんじゃないかなっていう感じはしました、その時は。ただなんかもう根性値でフジモン勝ったみたいな感じだったんですけど、これ根性あんだよ、ツッコキャラのくせに。ここらで根性あるとか言って相当面倒したくない？相当根性値高いですからね。もうやめてくれよっていう、根性値高い人はジャッキャラ使いましょうみたいな。そういうのあるよね。まあそういうのありますね、うん、さあ、画面を維持してやって、画面端行っちゃうともうしゃがみ中キック連打が超きつくて、あ、なるほど、下がとかもうゲロきついですね。下がりダメダイバーも当たるし、球も打てないって。ほら、あ、中盤ね、中盤ね、あれ何匹です、なんもできないんですけど、差し返しでタイガーをガードさせるとか相打ちとかそんな感じ。いや、通称技の方がいいですね、あれは。あ、台足、台足に無理やり相打ち持ってって、それ用にそばそばしてきたところになんかするみたいな、ちょっと後手的な読みにしなきゃいけないですね。あー、五の線みたいな。そうですね、ちょっとどうしたら後手になっちゃうんで。さあ、ライン上げた DJ は相当強いぞ。よく打ちました、今4人抜きリーチ、厳しい厳しい厳しい、打っても打っても打っちゃった、あれ打っちゃったよみたいな、あれがね、なっちゃうんすよ。だから、ね、どうすんのこれ、どうすんの。ジャックジャック余計毒なんですよね。ジャックジャック余計毒、溜めも溜まってるし、相打ち持ってくるし、エアスラ持ってるしで、何も起こんなかったね。さあ、何も起こらずにファイヤーグランドエア波動が1回戦突破です。で、めくりバーサーカーと西船パラダイスはめくりがどっち、ワンピースピどっち、ツーピーで、先方は相手がバイソン、バルログ、お、KKY さん、A1 狙ってますね。KKY さん、前回のエストでエアーできなかったんで、今回もエアーを狙う感じで、後ろに乗ってますね。正直、うん、チーム倒すには、ダルシム超うまい人で、エスタガも倒せれば、DJ は倒せれば、マッツンケンも倒せればっていう人じゃないと。いません。現存しておりません。現在の X デーの中で安定して倒せるダルシム使いは博士入れてもいません。だから博士もね、ワンチャンあるでしょ。それだからちょっとキャラ差的には頑張ってほしいところですね。はい、あ、始めていいですよ。カチューバルログと、ペルオバイソン。いや、だってダルシム多分マツンケンが一番嫌なんじゃないかな。あのチーム一番いけそうなんだけど。DJ 側もね、本当、モレットで渡るそばかに慣れてないですからね、関東ダルシムは。さすがに赤瀬が3割、あ、7割勝ってるらしいけど、さあ、ペルオがまずファースト、これもね、いい勝負ですよね。じゃあ、さすがにバルトっぽいですね、やっぱ向こうの人たちの。あー、でも6、4ぐらいでしょ、さすがに。どうなの、どうなんでしょうね。7はつかないと思うんだけど。なるほど、なるほど。確かに、最にあのヘッドで避けて、次がスダで。ループはしないみたいな感じですかね。相打ちさ、相、うん、打ち勝ちしてるバルドギヤバクリ。確かに。お、テラ、立ち台盤に呼びですね。カチューさんは結構ああいうテラとか投げ返しがうまいイメージが。ヘッド出しとくやべえだろ。ヘッド出しとくやべえだろ。スライディング入って、投げて。投げる、あっと受け身取ってないから痛いね。おっと、おお、これ投げ返し、投げて、もう追いついてんだけど。おお、3回投げて8割減った。
さすがに2択だけだ。さすがに今のはさすがに今のだけでしょ。2択が来ました。ちゃんとチューチュー、チューチューうまく繋げましたね、ちゃんとね、うん、確かに素晴らしい。まあそんなに難しくないけどね。まあそ、まあ、いや重ねじゃないと、まあ、若干難しいです。いや若干、いや若干、いや簡単でしょ、簡単でしょ。おお、いやーリバーサ投げこれなんですよ。カジュさんこの投げ返し結構うまい、うまいね、あれですね、まあ、あれには上り台パンで、うん、ごまかすっていう手も、はいはいはい、え、ピロシですかこれ、ピロシホンダ。さあバルドグは行きたいですね。まあえ、これはどうなの、なんだかんだバルドグですけど、まあ、まあホンダもかなりみたいな6くらい感じですかね。 5.5 とか6くらいじゃないですかね。6なんだ、64どうなんですかね、まあ、点5は嫌なんだ俺じゃあ6でいいんじゃないですか。7つかないんだ、7っぽくない体力ゲージ的に体力ゲージ的にこれだってもうホンダ無理でしょ。これは無理です、これ無理です。だってあの、オイトからさ、あの、連携ないじゃん。はいはいはい、そうなんですよね、だからあそこもいいぐらいしか、あんま羽根もいけないんで、テラーもあるから、はい、どうすんの。奈良さん最近うまいですよね。え、そうだろ。いや、X でも、あ、X でもいいな、なるほど。だから本当はね、あの、空間に置く、あの、爪とかに、うん、あの、振り向き頭突きとか、あ、はいはい、ああいうので結構、リスクを負わせていってるんで、みんな最近はリスクなく。あ、これね、これね、こうして、いや、当たんないの、いけない、いや、うまい、あー、うまい、今のうまいな、まだうまい、よく判断した。あ、なんか冷静だね。冷静ですね。3人目ブンチン、ブンチンフェロフェイロンバルログ、フェイロンバルログどっちですか。あの、まあ、奈良さんですけどワンチャンフェイロンみたいなんです。軽投げ受け身からあの連携がやばいよね。そうですね、はい、恥手が上がんだよな。どうもバルログはね応援する気にならんわそうですね、まあ今あるものはしょうがないですけど、レックやってるだけ一生レックこするいやーこれちょっと分かんないぞ。コマンドが今大支援で全然いけます、いける、あー、いやーよく飛んだ、バックジャンプか、よく飛んだバックジャンプ、あれは前歩き支援しかないよね。うん、大事ですね。ちょっと待ってレックか、さあ入んで、まあでもブンチンさん結構いい感じで、おブンチンも最近ここ2年ぐらいで相当成長してますからね、びっくりしましたよ本当。おっと上り中キック、おお支援打っとけ支援って感じか11、まあ今あるもんはしょうがないですけど、足してはないバージョン X やってほしいです、やってみたいですよね。どういうこと、あ、足してはない、足してはないです。そんなこと言ったらもうねいろいろ歩き戦略じゃないやつとかね、いろいろ、いろいろですけどね、インフェルのリラとかね。さあこっからワンチャンあるのは、インフェルの出るのやべえ、あー反撃が、うわー、あー引っかかった。さあよく決めた、で DJ が出てくるんだよな。そうなんですよね、強いよなこれ。お、ケーキガイさんまだですか。いやちょっと あんま煽れねえな今日はな俺活躍してねえから。さあこのバルドグ DJ っていう、うん、チーム構成ってマジ強いですよね。強い、このバルドグになんか、しかもワンチャン感あるキャラがほどほどく DJ に終わってるっていう、ダルシムオールからな、投げて、さあしかしどうだ、いい感じにいってるが、めくりが、おお今の安定でいきましたね、ダイパン。ヤスラー、おっと今は伝わんないね、2回3回だと難しいですよね、台台でしなきゃいけないですけど、台台 だとそうガードで何でもワンクかっちゃうんで、しっかりガード、うん、いやこれはおっと伝わんない、ナイスガードですね今のは。
歩きレッグかなりいい判断でいきましたが、いやー見えない、なんとか止めたけど、ザンギー、ザンギーはまあ DJ はまだいける方だよね。さあさっきあれですよね、このクエストで負けちゃってるので勢いのついたもみもみ期待したいですね。あ、4人抜きですからね、まあ、DJ が最近は本当大会で活躍するよね。昔はあんまりいなかったよね、そうですね、まあまあいなかっただけでいたら活躍しましたからね、うん、まあ、キャラは強いからね、はい、まあ、ダルシムがきついぐらいだけど、まあ、チュンリーもきついのか。ダルシム、チュンリー、リュウガイルとかあたりがね、うん、まあでも全然いけるよね。あの待てる上に一発ピューがあるっていうのはね、はいはい、さあ橋だぞ、何かがあっと、これはまっすぐ行ったわ、うまい、おお、今のためが入ってないかな、間に合ってないかな、いやため間に合ってると思いますけど、横ため、もうただただ強気に行ったと思います今のは。まあさっきすかしたからな、ケーラリを見せて、うん、あーめくりがいる、ケーラリ見せて、いやこれくらっかね、リバサするなよって見せかけておいての、うん、強気作るでしょう。いやマシンがねきっちり削ってくるね、サウンドット、そうなんだ、あれ地味にいけるんですよね、そう、しっかりしとるな。リーチですか、リーチですね。さあ開拓前ジャンプ、のぎょる、いやのぎょらない、のぎょらない、のぎょらない、繋がると思ったかな、あっ当たったぞ、これは刻んでいく、さあモビオが覚醒なのか、あれこれ KKY さん、 KKY さん出ないですか、大将ですよなるほど、エアーにこだわると、エアーにこだわる、エアーにこだわると、はい、俺はすぐ出たのにと、まあダルシムですからね。はい、しかしあれですね、モビオもかなりいい実力を持ってるのに、うん、まあ、この間そのツーオン優勝して、あ、そうですね、で、エキさん、はい、今年は実はモビオの年だったと、確かにモビオ今リアーズね、はい、もっと森がかなりいい感じ、いい感じですね、流線、そうですね、流線だいぶやってるので、しかしいい感じに中足あれ、中足うまかったですね。さあまたもリーチ、粘れるか、ザンギで粘れるか、さあ相打ち、しかし画面端は近いが、いやーこれはよく出した波動、ケーラリですか、いやー波動が強いな、リードしてるのはリュウだけどまだ分かんない、あ、大キック相打ちであれですね、相打ちはちょっと痛いな、うわー、ナイス、ナイス、おー、ナイス、ナイス、しかしファイヤーが当たる、いやこれきついぞ、うおー、大足、大足、うますぎる、ちょっと大足打ちづらいか、壊し、うまい、あー、打っていくが、タッチダイキック、さあ、勝ったのは、めくり晩餐会ですね、あれ、俺横でやるって言ったのに縦でやっちゃったね、ごめんなさい、申し訳ない、ガムシャラジャパンと反省会ですって、反省会が、先方がフェイロン、 1P2P はガムシャバ 1P、先方決まってる？ダルシム、ダルシムフェイロン、ダルシムフェイロンでお願いします。ちょっと視界がちょっと私いろいろぐだってるんで申し訳ないです、横でやるって聞いといて縦でやっちゃった、じゃあとりあえず、スタートしちゃっていいですよ、フェイロンダルシムですね、フェイロンダルシムスタートボタン押しちゃっていいですよ、ダルシムで来るんですね、まあ、フェイロンなんでね、まあ、フェイロンって自信があるんじゃないですか、自信があるっぽいですねやっぱね、うん、まあ、構成的にもね、まあ、ベガダル、ブランカとリュウベガか、おっと、当たる、まあ、やっぱりあれですね、
今日地域性が出ますよね。出るね。地域によって得意キャラが違うってのはよくある。よく投げ返したな今。大キック。さあ、そしてシンガポールの人は得意キャラ何なんですかね。どうなんでしょう。なんだろうな。普通にリュウガイルが多いって言ってましたよね。リュウガイルが多いっていうね。あとベガとか。ダルシーマさすがにいないんじゃないかな。ちょっと嫌な顔してたんで。はいはい。あとあのオルチョさんとかもね、言ってて。うん、言った。ダイパーうまい。おっと、ちょっと見余ったか。あー、めくり当たったけど。やっと今の入んなかったら痛い。こっからダルシーマ逆転できるんで、殺しきらないといけないですよね。ナイスガード。おーっと支援出してくる、前のめり。いいね。まあ、近寄ってほしくないんで、ダルシーマ結構手足を伸ばしちゃいますよね。その出しちゃうんで、つい結成でボタンを押しちゃう系ですね。さすがに支援はね、あの打ちづらいだろうっていうことで、でまあもうレッグガードはしちゃダメみたいな。おっと、うお、よくガードしたな。カーソン様、突然のひらめきありますからね。うスラスト強い。ここはうまい、レッグをしっかり待っていた。で、ベガでしたね。まあ、ベガですかね。ブランカよりは どっちがいいですか、ベガとブランカ。いやまあベガの方が嫌だけど、ベガはね、でも掴みで復興するんですよ。はいはいはい、だから逆転要素はあるんですけど、ブランカはイリルされるとマジきついんで。なるほど。おっと、ナイスガード。相打ち。お、いい反応。いい反応。さあ、そして走りに行くとサイコマジックが見えるぞ。サイコマジックしない。マジックいかない。ゲージは溜まってるので無理はしない。なんか、おっと、おっと、遅め手に出して、遅めピヨッチやべピヨルね。いや、続き食らってたんで。はいはい。あれはもうバックジャンプで仕切り直しがしたいんだけど、中キックもあるから、ベガがきついんだよね。なるほどなるほど。固まるのが一番いいんだけど、はいはいはい、そうするとユップもあるから、さあ橋なので早めにマジックに行きたいか。どうだ、遅め。さあ攻め立てるが中ダブルに無理やり来る。さあ下段を攻める、投げ返しですかね今のはね。投げ返せばまあ逆転できますからね。そう、まあ、だからワンチャン見せとくって言ってても。おっと、ヨガファイヤー、ヨガファイヤー、割と暴れを潰しに行った感じだが、今は得意のめくり連携でいかなかったですね。あれもね、割とスカルトはおつやなんで。さあ、からの下段を攻めるが、ダブルに。どうだ、ずらせ、よくガードしたが、飛び越し投げ、投げ返す、投げ返す。まあ、前に歩いてたんで、ま、下段も怖くないっていう感じで、ちょっと見えましたかね、前歩きね。ベガ側としては立ち台キックが最大なんだけど、そこで止まっちゃうから困ったか、困ったけどブランカが、残りのキャラがユウとブランカで、ガムジャパがベガ、チュンリー、ホークか。だいぶガムジャパ有利だな。まあ、ダルシムさえ倒せばリュウでも全然いけるっていう、そうですね、キャラ構成なんで、とにかくダルシム倒してくれと。まさに。さあ、ブランカは立ち回り的にはよりきつくなりますが、ワンチャン力はむしろワンチャン力がある。ベガよりもあるまでありますよね。落ちちゃった時によくピヨりますよね、うん、なんか楽しみ先手。やっぱガードしたくないんで無理やり、はいはいはい、こういう感じで、ここから、ここから、いやさすがにきついか。しかしちょっとダメージを食らいすぎましたね。圧倒体力になると立ち台場がもう安定で、はいはいはい、勝ち勝ちってしか攻撃できなくて、でも勝っても何みたいな。さあめくり、さあしっかりガード掴んで、掴んで画面端やばいぞ、画面端は継続する。いや、ガードだが電気めくっている、しっかりさんだ。あれもめくりわかんねえんだよな、表なのか裏なのか。そうですね、ちょっとブラックなのわかりづらいですよね。ほんとわかんねえんだよな。おっ、スラストリフレ、アステリフレやばくね。やばいです、おかしいです。ナイスガード。この距離はダルシム。ブランカー側は何とか。もっとドリルうまく。ドリルはね、ちょっと返しづらいんだよね。ブランカー側も。うん。タッチショーキックとかなんだけど、はいはいはい、やっぱり立ちこまるとかね。リターンが少ないんで。インフェルノ黙るとちょっとマイトビームを通しづらい。うわ、しかしジャクローリング。今の当たったの痛いな。どうだ？いやー、乗り込んで。おっと？
インフェルノ打たない。投げにも行きづらいですね。さあここで打って大パンがどうだ。あーしゃーラミパンチ。コアチームは活躍する。そういえば決勝ダルシムが3体か。結構ダルシム残ってる、ね、カワシムさん、KKY さん、博士珍しいですね、たくさん残ってるのは。さあトモ、TOM を、まあ、トモ君もダルシム戦相当パワーアップしてるんで、うん、まあ、7-3ではあると思うんですけど、フレーム開幕フレーム思い切りましたね。あれ止まれたら終わりだ、止まれたら終わりですが、まあ、飛ぶ以外は全部勝てんのか。あーでもファイヤー波動に負けると思う。あー発生、はいはいはい、が早いから。いやーこれはおっと、どうだ、踏んだぞ。まあ中国で取り返す、中国から歩き中足、さすがにピューライ。さあここなんとかしゃ、うわースライディング見てる。あれ切るやつ切るんだよね。いや投げ、めり込んでいる。そうめり込む、前のめり、前のめりもありなんですよ、めり込ませる、ね、あそこら辺で立ち台キック振っとけば返せるけど、真空あるしみたいな。おっと、ダイパンは間に合わなかったか。あいうち、あいうち美味しい。見てからがちょっと失敗してますか。弱波動にあの見てからが難しい位置なんだよね、あのそう、よく投げ返した。そうさあファイヤー当たるぞ、画面足投げる、ダイゴス投げ、チュゴス、さあ相当強気、セーフティーリードが残りは、ダルシムこれ取り返すと相当難しいですよ。うわー、めこしいんだな、真空があるので、チューパン、そうユンピョン分かってる、ユンピョンはチューパンで全部返せるから、チンクー、うまい、根性値あるな。さてベガ、ホーク、チュンリー、さあこれはかなり、いやキャラ的には全然いける、全然いきますね。チュンリーが一番あーいけるかな。ベガ戦はかなりうまいですよ、ホークも。ホークがね、ホーク戦は1年半前に見たときはちょっとまだ苦手だなっていう気がしました。これ上を通さないのをどうするかっていう、うん、まあコントロダイブはガードでいいと思うんですけど、前飛び、普通の前飛び、はいはいはい、あれガードはまずいよね。なので、まあ、台足で対空できるようなところを一度って、そこでもその見てからコントロが難しい、そうちょっと遅めの、遅めのこのここですね、なるほど、あの間合いをこうしたら割とずっと繰り返しになっちゃうって、いつかもう理由が、さあファーストヒット50秒っていうなっちゃいますが、いやまだこれはそうそうね、いやミスター、コンドルはループしないんで、あーだからまあやっぱり波動打っちゃっていいですよね。あーなるほど、いや怖いのはトマホーク言うと、そうそうそう、直接の対応ですね、あとは全部食らってもいいんだよ、あとは前飛びガードもいいので返せる時だけ返せばいいが、どうだ、あー真空が今の話なんで多分ガードできるよね。いやなんですけど、ガードしてガードさせるといいんですよね。させて多分時間が、真空で間に合ってなかったですかね今ね、どうでしょうね、うん、ただ真空目のマイジャンプが一応あるので、あー確かに、ところです、半分半分、さあドピシャ、どうだ、ガメアジ出しない、まだあるぞ、これはめくりが、めくりがいけなかった。まだでも波動の削りで、しかしいやこれもうずっと、いやどっかで昇竜で対空しないと厳しいよね。見てからコンドルだけをずっと狙えばいいのでは。ああ、さあこれはチョンリー、これは投げにいけないよね。さあでも真空あるんでまだワンチャン、そうワンチャンあります。真空でも当てるのきついんだよな。うわー、見開いた、ロケットダイロット削り、中ボス今なんか出そうとしてたから、かくったかもしれないですね、尺身があるにかくったかもしれないし、うん、ちょっとなんかガクガクしてたよね。今の昇竜は健康一滴だったね。あー出なかった、さあちょっと流れが、友竜が勢いづくか、しっかりやろう。さあじわじわと、まだファーストヒット出てないか、50秒残り半分、さあ無理しなくていいのでお互い削りしかしてない。さあついに当たった、しかし真空読んでる、
松脇はこれで松脇はもう一回言っていいねー。しゃがないパンチコミは竜巻読んだのか。竜巻いけるんだ。あれ竜巻いきます。マジか。しっかりと、勝ってる側が勝ってますね。ガムシャラジャパンが、勝ちと。でカーニバルと、中野万事固め、予選1回戦で死闘を行ったチームですね。これ博士玉島を、2人抜きしたところからスタートだったんですが、黒岩さんと、大西が踏ん張って勝ったと。先方が、キャミーで決まってるんで、カーニバルは 1P2P 選んで、座ってもらえば。中野は 1P が 1P が分かんない。早めで早めでお願いします。 1P 側 1P で先方中野座って、もうスタート押しちゃっていいよ。スタート押しちゃって1ラウンド取ったら 2P 側押しちゃって。まあ、キャミーなんで、お、博士が行く、博士が行く、DJ でも本田でもバイソンでもいいと思うんだけど。マジか。一番きついっすよこれ。ですよね。まあつっても73ぐらいあるのかな。かなりなんかこうキャミーを使うならダルシム倒せみたいな、まあそういうところはありますよね。まあでも中野は結構ダルシム戦が苦手って自分で言ってるんで。なるほど。この前のエストも負けちゃったんでね、魔王を倒して博士に負けたというね。なるほどなるほど。あ、リーチ、いやこれダメージが来てるぞ。いやこれはリーチ、あーバックジャンプ強パン、あれはもう完全タイプなんだね。垂直と読み合いでしたが。なるほど、うん、バン、いやちょっとミスったか。さあコパスパイラル、いいとこ来た。投げ返し、よくなんか読み合い、かかと読み合いしますね。読み合い強いんだよね、あゆち。いや、これは…いや、しかし、2回目のフーリガン。フーリガンね、見てから落ちにくいんで、まあ、しかも、その接近が止めてる技を出しちゃうとそれちゃいますからね。お、今のは、うまく一本落ちた。さあ、勝利でいく。投げて、受け身がないが、おっと、なんだ今の。いやー今出そうとしたがミスった。さあキャノンスパイク、博士がもういないぞ。これは相当まずいんじゃないですか。まずいんじゃないですか。 DJ わしが育てた、わしが育てた。まあ待つがね、間違いない。ニー頭つくみたいなやつからね。投げて受け身取ってない。うまいですね。投げて受け身ない、投げて受け身がない、やめていく。え、マジこれどうした。これやばくない、やばすぎんぞ。まあ受け身取ってない大西もどういうことだか分かんないですか。いやまあ完全に投げは来ないっていう貼ってて、ボタン押してないですけどね、うん、キャノンだけは。おっと逃げる。さあ DJ ここ取らないと。さあしっかりと削って、さあ前に歩きだけたのは、おっと連続。今のはしかしいいんじゃないですか。今の前歩きはでも今後ラウンド3に向けてね、はい、まあ布石、いや2人目先方と2人目。さあゆうべがさんがトネピーとさっき言ってましたが、これは作戦が見事に。おっと、なるほど、ちゃんと確認をしている、確認してる。しかし、いやー、大災がめくり、いやー、出そうとした。あー、さすがに見えない。今は多分、キャノンで逃げようとしてだったか ね今のキャノンですよね、ガードに行くよりかは。確かに、まあ仕事はした。さあ、DJ が非常にきつい、このチーム。まあ、チュンリーがいるんで、チュンリーで行くしかないでしょう。しかもチュンリー全員いけるのか、全員いけるから残したいという気持ちもある。リス、確かに確かに背を残して勝てるとだいぶ有利なので、やはりここは早めの投入、早めに来ました。
まあ、ゆうべ側はね、多分ね、あの本田いるともう残しててもしょうがないんで、いやでもね、好きですからね、結構あの人の本田戦さあ、ゆうべ側が DJ 戦、まあ、これもね、相当キャラ差はあるんですが、7ぐらい、7っていうのは言い過ぎな気がするんですけど、6っていうにはちょっとぬるい感じがしますね。さすがに6はかわいそうだよね。ただ、出川もかなりやることあるので、やることがない組み合わせというよりは、やっぱりそのリスクリターンの差で厳しいって感じですよね。だけどね、もう強気のラインはね、やっぱり出川はね、無敵技がないんで、ねえ、とって、おお投げ返し、すごい投げ返し。あれは多分つなぎをミスった感じですね。マイトビー画面端投げて、さあ厳しいぞ、投げて、なんかこう大西君もベガ疲れがあってかなり投げが多いとこだが、投げさあこれはしっかりガード、まあ、受け身で OK と。さあもう一丁硬い、いや今のはすごいのも来たが、いやいや今の様子見ちゃったね。ちょっとゲージ見てなかったか。大パンはかなりその相手の暴れを潰すのにダブル2じゃなくて最後をしたってことは大パンもコールしての最後だったと思うんですけど、うんね、負けちゃいましたね。まあしょうがないですよと、なんとか中野の踏ん張りに応えたいところ。大西がだいぶ活躍してますね。そうなんですよね、一番活躍してますよね、このチーム相手に、ユーブガーチーム相手に相当機能してる。おっと、うわー見たから、いや返してめくり投げは投げ返し、投げ返しさ、いちいち読み合いが強いな、人が強い、画面マジ厳しい、はめる、はまった、2回目、さあ差し返し、残り30秒、ジャックがあるんでパナシアはできないですね、さっきのがあるんで。お、よく出した。そうですね、だからあとは相手のためを見ていくしかないですね。さあこれはもうさすがにバックジャンプ、バックジャンプで、さあここをうまくやってきました、チュンリーで DJ に勝つとまた一歩勝利に近づきますね。そうですね、あとはバイソンとホンダなので、マイトビーだいぶチュンリーいけるはず、上に逃げ、さあきついぞ、もう残り1割ちょっとしかない、ただ溜まった、溜まればまだ半分減らせる、まあ、エアストラには、ね、結構刺さりやすいんで、うわーちょっと交錯した、ごちゃり投げ、あれはさすがに投げるしかないかな。大西 DJ がかなり、ね、やってますよね、うまいですよね、うん、やってんのかな今の耐久も。なるほどなるほど、今のは当たっている、バックジャンプ持ってった、投げて、投げ る, 投げる、長戸投げ、長戸投げ、長戸投げ長戸投げきました投げて投げ、あと2人、バイソンとホンダ、そしてこちらはチュンリーとブランカ、ブランカどこで出すっていう話だけどまあ A4 ですからね、 A4 ですからね、むしろブランカはダルシムに出したかったんじゃないの、確かにガード、しっかりガード、さあペースはチュンリー、かなり、さあちょっと玉島さんの癖を読んでたから、ガードを多めにして、あれで溜まった瞬間に出すと、さあ見てからっぽい、できる、いや見てからでしょさすがに、うん、いいですね、ぽい、まあ気候戦術はね強いから、かなりシャルバイソンが身内なので、うん、バイソン戦かなり慣れてるあれですね。大足置いてる、投げる、画面端いってみない、ガードシールガード、あー延長した、止めると思って何かしたね、止めると思って何かしましたね、延長しました、黒岩大将粘れるか、2人残し、セオは3人抜きリリースですか、ですね、いや強いな、
さあ、まっすぐ歩く画面端しっかり対空。いやー、これからちょっと高し浜木連携から1回目は読み勝って、2回目も読み勝ち、ショーパン重なっている、まあ、立ってるんで多分投げ返ししてると思うんですけど、投げ返してると思うんですけどね、投げ返しが失敗したか。いや、画面端はまずい。ラインをね、やっぱり端に詰められると、うん、もっと対空が難しい、行くのか。おおここでここで頭突き来たっていうのもすごいですけど、確かにあれは多分暴れ読みで頭突きでピョ、うん、ピョるから、前のランドもあれですからね、うん、ナイスガード。いや、食らった。おっと、確定見取られたらもう負けてたぞ今の。おいちょ、確定するからね。確かに、5番で止めて削り切る。あれはもう今の100回いけた気がしますけどね。いやでも見てからは、うん、あーなるほどね。おっと、テンション吸った。テンション吸っちゃやべえだろ。しかしこちらももう一回テンション。いや、ガードしたまでがうまく逃げた。いや、本田戦はね、結構ね、神経使うんですよ、チンリー。そうですね、まあリードは勝ってる組み合わせではあるんだが、まあこうなるとチュンリーがかなり有利なんですが、近づきにきるラインもまあ上がってるんで、さあ本田どうする。コパン、さあコパンで止めている。いや、端、おお、ここはテンション出る、すごい高テンション。いや、残り10秒、そして戦列もあって、もう無理だ、これはもう無理だ、さすがにだよ。さあ、番狂わせが一応起こったかな。 D ブロック1回は勝ってたんですが、番狂わせですね。ルーザーズ側が勝ちました。次準決勝、エアハドを対めくりバンサー会、これ勝ち同士なんでじゃんけんで、で先方申告お願いします。さあ、では、早速準決勝ですね、行ってみましょう。勝ち同士なので、先方は申告制になります。さあ、決まったらセロさんに申告してください。これはまあ先方申告なんで だいぶ迷いますね。まあ時間ここは使ってもらってもね、まだ時間は十分あるんで、終了が多分9時前には終わればいいでしょう。なるほど、ゆっくりで。ワンピー、ツーピー決めといて。ワンピー、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 ツーピー、ツーピー。はい、決まりました。はい、じゃあよろしくお願いします。先方が、あれ、藤本？また？で、カチュー。KJ さん、やっぱ出ませんね。結局、ダルシムで一応4人いけると思うんだけど。そうですね。まあ、俺はいけないけど。あ、原価付きあるね、原価付きあるね。さあ、準決勝です。盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。まあ、バルログなんですけどね、組み合わせはね。そうですね、多分これはもうあの、のじ合いだとフジモンが勝ってると思います。中部と関西はこのね、
バルドク DJ はかなりこれが進んでますので、まあ身内対決みたいな感じですか。はい、だと思いますよ。早出し、おっと逆がいった、チュアシャバレ、あーなんか削りきれない、あ削りでいいのかですね。4人抜きする気満々だね、フジモン。うわ、うまいな、今のブロックガードした、2番のうまいな、めくりピュールピュール、いや、やっぱ、うわ、見てから、見てからな、ローリングで許さず、足したいキックもいいとこと一気で、うまいですね、バルドグ戦無理じゃね。あ、今スラキャン狙いましたから、今ね、スラキャンジャックみたいな、うーん、しゃーめ、中キック、うまい、タハチダイ、バレてる、お前、それやってくんだろ、みたいな、で、森煽る KKY 来いと、来ません、来ません、山のごとく KKY 動かず。さあ、森さんですね、龍 DJ、 まあ龍なんですが、龍 DJ は結構ね、縮まってるっぽいんだよな、とにかく、まあDJ 側が飛ぶポイントが慣れてきたというかね、そう、そういうで、あとジャンプダキックがモリッと減ってとか、うん、あとなんか投げキャラ、いや真空ミスった、投げから結構ね、純作っぽい飛びに行けたりするんですよね。真空失敗か、あのおと当たって、いやこれはもう、もう遅いですね、クルージングすると見せかけて前飛び、クレバな選択、クレバ開幕エアスラが多分安定だよね。開幕エアスラ安定です。まあ静かな立ち上がりですね、大満。そうだね、これってリードを取って、うん、龍側が真空を貯めてっていう、真空を貯めるのが、まあ、龍の勝ちパターンですね。いや、飛んだ、しかし飛んだ、あーいやー、ぴょってさあ、KKY さんどうですか、さすがに、さすがに同キャラか、さすがに、さすがに、いやでもさすがに、さすがに、さすがに来ました。 KKY さんのいいところは見てみたい。そうですね、でもまあそういうことはありますから、別に4人抜き全然できますよ、キャラ的には、はい、ここは鬼門、ここは鬼門、まずここは鬼門、飛んだ見てからっぽいそう、あーっとピュール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 、いや俺も昨日ボコボコにされてるんでこれ煽りにくいんすよ負け方ね、ああいう負け方になるんですよ、ダルシム、ね、いやー、さあ踏み込みが鋭い、そうこれね、卓になるんですよ、なんか知んないけど、投げて、やーっと投げて、よく飛んでますね、ちょっとひよってて、なるほど、あまり打ち合いをせず前に歩いてどんどん、そう、飛び読み合いに仕掛けていくって感じですね。あれジャンプ大キック今のは、今なんテレポート、あ、スライディング出なかった、あ、多分ね、早めに出してるから大キック、スライディング出ないと思うんだよね、うん、出るのちょっと、ラグがあるから、で、なんで早出ししてるんだろう、そうだった、投げと大パンの首、リバさん、リバさん、そのスライディングが完璧に出せれば強いってことですよね、つまり逆に言うと、ね、うん、おっと、これはフジモンがリーチ、リーチですね、さあ、打ちを取ったが、おお、ガオッター、下がバックジャンプ読みしたんだけど、コパンアバレうまいっすね、次がね、繋がんないね、コパンアバレはほんと強いっすね、歩き投げ、めくりから、しっかりガード、さあ、これは出して、めくり、なるほど、ジャック逃げを、ジャック逃げ4秒2で飛ぶか、で、ガードしてればスライディング狙ってコパンという流れですね、でしょうかね、潰して、あ、うお、中足暴れ、そんなのあるか、すげえリターンだな、リターンを突き詰めている、おっと、速すぎた、わかんない、さあ、ちょっと下がってのエアスラは飛びません、あれを飛ぶ、その前歩きジャンプは非常に難しいですからね、端が粘れるか、同キャラなんでね、全然わかんないですよ、っていうかこれ、さあ、ハジさんはエアスラがとにかく速いイメージがありますが、さあ、待っている、
ジャックマッチ。これはもう安定期か相打ち。これも下がってヤスラ打ってれば何もできないんだよ。さあちょっとそばかにが匂うので残り30秒中パン。さあ中パン。これは残り20秒さあちょっとそばかにが匂うのでやや投げる。長身中盤。中盤が強すぎる。あれだってカーニバルも当たんないし。あ、そうですね。立ち体キックで多分最大だけど、もう離れるしっていう話だよね。っていう話ですね。でもうエアスラ打たないし。で、エスタが。さあこれでも意外とリーチいける方なんじゃないかなと。いけんのかな思いますが、やってんのかな。伊藤とやってるか。さあリードしてる。まああのゲージ貯めたいんですよね。ゲージ、そうですね、ゲージ貯めるのとカーニバルあると割と押したタイガー。さあそうですね、しかしそんなに打ちやすいだけでもないから大事。そうですね、このスライディングをちゃんと切れれば、そう差し返しができれば、うん。さあうまい、ミット前ジャンプ、バックジャンプ、前ジャンプですね、うん。ヨンさんはもう焦らないね。さあ先にジャックジャック出させて、シャグダキック、これは太鼓鳴る。まあ今のはジャック出しても立ち台パン置いてあるっていうですね。いやー、いや無駄にうまいな。これはやっぱり X に比べると、うん、そのしゃがみ中盤とか中キックであれし取られないんで、車体側にやっぱだいぶ違いますね。これはやっぱさすがにエスタが有利だな。牽制ができないっていうね。で飛びも相当こ壊してスライディングだぞ。結構減るしな。ワンチャンあれキャンセルタイガーで、うん、そうですね、あれこれがタイパンが入る。チャガリダキック、タイク、これはやってないと。さすがにきつい。隙がないね。4台目下がったらやっぱ X なるだけで切るんで隙がないですね。決勝進出は、ファイヤーグランドエアハド、中野対ガムジャパですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、さあ解説の2人は0勝です。あーそうですね、はい。さすがに今日はね、KK さんあんまり煽れなかった。まあでももうちょっとね、もうちょっと頑張れたとは思う、さすがに。まあ DJ 戦あんな風になりますよ、負けてるわ。一回も離れなかったからね、間合いが。もうフジモンさんが最強ということで、最強ということで。いやまあ博士がいるんでね。うん、そう、うん、博士っていう希望の砦が残ってるから、勝ち越しから言ってください。たまにたまにたまに、おお、すげえ。これは、中野が 2P 側で、先方はキャミーが確定してて、相手が、誰ですか、誰でしょう。ミルキー、おっとベガーを出していって、ベガーが、そうですね、ダルシムベガーホークなんで、まあ、ベガーはありかなと。まあベガーの有利ですね。そうですね、まあそんな簡単ではないが、削って大キック、減る。さあこれ逃げて削り、ミルキーが相当しっかりと頑張ってますね。いやさ、口数少ないですけど、いやちょっと引いてます、引いてます。ちょっとね、反省してたところもあります。すいませんね。わかるわかる。今日はね、味方ですよ。そうですか。まあまあね、そんな我々の話どうでもいいから、試合をね。はい、試合をね。はい、すいません、行きましょうよ。もう準決勝なんですか。ミルキーは完璧でね、立ち回って、いやこれ厳しいな。まあね、ミルキーそういう、なんつか、お、当たるんだね。お、すげえな、うまい。かわす戦い方うまいっすよね、ミルキーは。ほんと投げて、やっと、さすがに中足ダブルにはいけなかったか。あー、キャミガーはなんかすることがないな。お、あれ当たるんだ、やっぱり当たってるんですか。あ、いいんだ。バックジャンプってわけじゃないよね。キャノンでいいんだね。さあ、ゼロフレ、どうだ、投げにはいかないずに、すかし読み。あれはナイトメア出なかったのかな。うんですね、ナイトメアしかないよね。まあガードしかないよね。
ガードはしたくなかったと思うでしょうね。さあ起き上がりはしっかりガード。おっとバックジャンプ。いやあのね、チュアチュアしダブニーがほらキャミーワンヒットしかしないから、確かに変なめり込みがして投げられる可能性があるかも。ああなるほどと思うんだよね。飛び込み、おっ中足で拒否った中盤を。これはかなりベガ安全圏では。おっと出なかったぞ。いやー今のは見てからだ、用意してなかったか。まあさすがに厳しいでしょう。あ用意してればね、ただ引きつけないと出せばいいってもんでもないから、はい、さあここでかぶせで方ですね。あブランカ機能指導です、ね、そうなんですよね。相手がフォークもいるしダルシムも悪くはないし、まあ、チュンリーもワンチャン、そんな感じです。まあ、A4 は相当ベガ戦はうまい。おっと投げが負けた。おっと暗い投げ。まあモアゼは結構暗い投げ吸いますね。まあまあ使いますね。あれ見せてることによって、割と、うん、まあ大会一発だと結構、うん、ただ普通に連続で入れられるリスクっていうのがあるんで、そうピョル可能性があるんで、ラスト一発とかでねよく使うっていうイメージが、うん、まあこれ投げ、おっとバックジャンプ読み、バックジャンプ読みだよね今のね。バックジャンプはねただね追っかけてもいいことないんですよね、大体中継とかで、うん、負けちゃうから。なるほど。さあリバさん、あとちょっとミスったかな、早出し投げだな、着地投げ。おっと、チューキック。あー今のバーチカルは思い切ったね。さあ、これは投げに行かない。さあ、使わせて、まとわりつく。うわあしっかり。できる。いやミルキー、投げ、噛みつき1回で済ます勇気はなかったっすね。人強だね。まあ、でもしょうがないか。1回噛まれても続くしね。そう。さあ、カーシム。まあ、ダルシムでしょうね。チュンリーじゃないの、微妙か。チュンリー開幕ブラスト、いや開幕ブラストは一応あのチャーリーだけどね、リバラン以外はリバランが怖いんだよ、うん、リバランだけ。あとちょっとずらして遅めの飛び込みとか、ね、あーピヨッタ牽制の中盤の戻りかなんかに3段飛び込みからですね、ちょっと運が悪いよ。まあちょっともう使えなくスライディングちょっとカーシムさん、まあでもそれがスタイルか、うん、まあカーシムはね割と強気に行く攻めダルシムですか、どっちかというと対応よりかは。相打ち、さあ相打ち、相打ちが強い。これちょっともうきついですね。相打ちがロリかよ、期待値、期待値ですね、期待値。さあきつい、いや、闘魂さんでしょ、これ。闘魂さんは相談者やばくね。闘魂さんはあの一応、チュンリー・ブランカはブランカ有利って言ってるから、ね、ああ、そういうことか、うん、逆に、ね、本人的には言ってんだから。から、じゃあ、ホークもワンチャンありね、ないな、ないな。まあ、あなたもダルシムで DJ に行かなかったじゃないですか。あれはほら、うん、他の残ってるキャラとも絡みがあるから、まあ、いや、まあ、もちろん有利だとは思ってますよ、うん、あれは勝てばラッキー。そういうことですね。最悪俺が全員殺すみたいな、まあそういう展開にしたかったなっていうところです。まあリュウ DJ だったらね全然あるじゃん、まあ有利じゃないですか。大吉相打ち取ったけど対空機構溜めたい、もう溜まった。こうなるとブランカ飛べないですよね。飛んだ飛んだね、今の死ぬよね。え今ローリングの後さあガムった、ガムれない。あれ落ちないの、ま、もうちょっと真下に潜んないと早めに出さないときついと思うな。じゃあ早出しするなら天空脚大キック、そうですね、それで暗い投げっていう手はある。出てれば勝つもんね天空脚は。いやね、小キックを早めに出せば、うん、一方勝ちされるんだけど、その場合クライナインができる。おっと、さすがにあれはローリング通しますね。おっと何をしようとしたか、全然溜まれ。高校さんも割としっかり立ち回ってんね今日は。
おっと今ガブったけど、これはおお飛び越し神、ここはだからこれで済ませれば、そう、うん、そういうことなんですよね。あのバックジャンプが強いんで、とりあえず中足出しとけば全部閉じると。さあどうだ、噛んでまだまだ分からん、まあまあ、あ今のは食べとないといけないやつ、あー戦列で終わってた、戦列で終わってたよね。いやどうだろう、ない微妙じゃない今の、なんか恥だったからなんか分かんないけど、ただその前の、うん、まあ、天正客ね、天正客が出なかったのがやばかったですね。天正でしょそうっす、ね、あの画面端なんでめくれないから、あのちゃんと溜めてれば落ちるはずなんです。あれこれはさすがに、これはきついです。ホークステージ、ホークステージは遅いんだっけ。まあ俺はもう遅い早い以前にこのステージ嫌いですけどね、見づらい、見づらいんで。しっかりしてるな。おお、やる、やる、どうせ爆捨てでしょっていう今前進でしたね。今多分弾き失敗したよね。おお、できる。もうまもうまもうまきつくない？もう守る、あ、うん、うん、おお、バイパーチョップ。さあどうだ。おお、やる。ノボル大キック。鉄壁ですね。やるな。ブランカ楽じゃないんじゃないの？まあ確かに。そんなことはない。うん、まあリードされるとってやつね。 いわゆるためキャラのでないが、これはきつい。うん、あれ手出すと死ぬんだよな。ただブランカさえなんとかすれば、うん、ベガとチュンリー、まあベガもきついんですけど、なくはないかなっていう感じなんで、ここがバイパーさん一番きついんじゃないですかね。確かに4人抜きリーチですかね。そうっす。決勝で待ってるのはエア玉持ち。おっとノブダイキックパンチ。おっとドンピシャと、あーリバサカミなんだよな。うまい、事故らせ方を知ってる。事故らせ方って失敗させ方を、あーまあしょうがない、今のは一点読みだからね。うん、あの噛みつき狙いで本当は前飛びして、うん、いやーさすがに前、もうブランカは何もしないか。いやしょうがないね、ちゃんと仕込んでもやべえな。ローリング中足には最大を入れていくと。勝ったのは、中野万事固 固めというと、中野が、2抜けルーズなんで、キャミー2抜けですね。で 1P が、1P、2P は 2P、 ファイヤーグランドエアー波動は 2P でいい。まあまだちょっとき 2P でいいのかな。 2P でいいよね、うん、じゃあまあ、一応インタビューをしますか。せっかくなんで、とりあえず、ファイヤーグランドエア波動から一人ずつコメント的なものをいただければと思います。誰から4代目から行くか、年功序列で。あ、今映って、今映って切り替えられます、これ。あ、切り替えました。ここら辺、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 ここら辺に行けば、はい、はいはい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちゃんとね顔を映してね話をするという感じですね。あー綺麗ですね。あ、そっちに行ってますよ、そっちに。あ、そっちに並んでもらう。今セロテープさんがいるところ、マイク届きます、届きますね。あ、そちらに並んでもらえますか。あそこに、あっちに。チームメイトでしょ、チームメイトで。あそこで、あそこ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 に4人、4人行ってもらえれば。ちょっと酔うかもしれないですけど、順番に年功序列でお願いします。年功序列いいな、コメント年功序列。あのね、誰が先に行くかとか結構あの決めかねるじゃないですか。もう年功序列に行けば、若い頃からね。はい、お茶ありますよ。何がいい？選んで。全部お茶。マジだ。じゃあ俺もお茶飲もうかな。はい。それで OK です。はい。はい。
はい、縦の並び、真ん中、左、左、はい、OK です。コメント、4代目です。4代目さんですね。4代目です、最近やっぱ大会は惜しいところまで行ってなんだかんだ負けてるんで、そろそろ優勝したいと思います。頑張ってください。確かに超不審者じゃねえかよ。あ、すいません、フジモンです。なんで謝る。なんとなくです。ですね、まあ関西勢で残ってるのちょっと僕だけになっちゃったんで、まあ踏み台にしてちょっと踏み台にしてしまったんで、もうここは優勝するしかないと。で、あとヨン様とカンハズさんのまあタイトル奪取のために、まあ全力を尽くしたいと思います。よろしくお願いします。はい、頑張ってください。あ、川又です。ちょっと暗いかな。優勝経験がまだないんで。え、嘘でしょ。ないんでございますね。マジでエクサ出れる、はい、エクサ全然出れますね。あ、なるほど。え、あ、そうなんだ。そう、あのこれ負けたらエクサでタコ様と組まなくちゃいけないんで。あー、なるほど。頑張って勝ちたいと思います。タコちゃんとね。え、ヨンさんは誰と組むんですか。決まってない。まあ、優勝目指して頑張りたいと思います。はい、頑張ってください。します。はい、こんばんは。まあ予定してた時間ぐらいでしょうかね。8時には終わりそうだよね。ですね。と今回はチーム意気込みにも書いたと、あ、書いてねえのか。ヨン様と川又くんをからのエクサ出る権利を剥奪しようと。なるほど。頑張って来たんですけども、今のところ僕も川又くんもそれぞれ一人倒して終わりみたいな感じで、もうヨン様とフジモンにおんぶに抱っこの状況です。あ、でも二人とも負けてないでしょまだ。え、負けてますよ。あ、負けてる。一回ずつ負けてますよ。負けてるよ。一人倒して一人負けてるの感じです。あ、じゃあ全員負けてんの。あ、フジモンは負けた。あ、そうか、全員一回は負けてます。あ、なるほど。全員チームワークはいいんだね。なのでとなんとか頑張りたいなと思ったんですけど、先ほどの川又くん の発言を聞いてしまうと、ワンチャンタコ様と組ませるあるのみたいな。手抜いちゃう。手抜いちゃう。ちょっとそういう、そういう気持ちも一瞬出たんですが、じゃあまあさすがにそれはないので、まあ頑張って、まあね、あちらのキャラクターは玉持ちがいないのか。あ、チュリチュリチュリですね。まあ玉持ち1に対して玉持ち4と、まあ数の暴力でいければなと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあルーザーズで残ってる中野まんじ固めが年功序列で、順番に言っていただければ。まあ最後がだからゆうべがさんですね。あ、中野さん、はいはいはい、年功序列で一番下の中野です。お若さんアピール。キャミーは基本的にチーム戦では何の役にも立たないキャラクターなので、ちょっと何も役にも立たないで終わりっていうパターンあるなと思って今日は覚悟してきたんですけど、まあそうはなってなくてちょっと楽しく大会できてるので決勝も頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。まあ応援は多分みんなこっちしてるんじゃないかな。あ、A4 です、こんばんは。ですね、最近中野 TRF っていうゲーセンに水曜日のフリープレーよく通ってるんですけど、そこでちょっとまあそこのメンツと一緒に組もうかなっていう流れになりまして、でまあ、よく対戦をしている中で、まあ、結構チームワークもいいと思ってるんですけど、それで、まあ、その力もあって、まあ、なんとかここまで来れましたんで、まあ、ぜひとも今日は中野 TRF 勢として優勝したいと思います。よろしくします。はい、頑張ってください。セオチュンリー。あ、セオチュンリーです。僕も川本さんと同じで、あ、まだタコ様に予約入れられてるんで。え、で、チームと勝ちたいと思います。どっちが確定。確定？両面待ち、両面待ちってか、13面待ちだよ。だから絶対勝ちたいと思います。絶対勝ちたい、絶対勝ちたいと。さあ、ゆうべがさん。あ、ゆうべがです、どうも。まず一番初めに、言いたいのは、大会の運営の皆様、
本当にありがとうございます。ありがとうございます。マッツン、ジャイアン、吉尾くん、その他ボロボロ経験あ、後ろに後ろにあ、セロ様 あ、ありがとうございます。あ、KKY さんとかもね、本当ありがとうございます。もう本当にね、肉体的にも、ね、年齢的にも本当辛くなってきてる中でね、年齢のことは言うなよ。本当ありがとうございます。僕も100歳まで一応やろうと思ってますので。100歳、死ぬわ。はい、皆様ぜひ長生きして卒業やりましょう。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。まあまだ志仲間ということでね、あと60年間頑張れると思うんで。先方中野で決まってるんで、相手側は、もう決まってますか？四様ですか？まあ四様ですかね。決まってます？じゃあ、早速2018フォックス決勝スタートです。よっしゃよっしゃー。これ何回かありましたけど、あのキャミンエッサが、そうですね、何かやりましたね今日。オアオアです。オアで、さあもう初めに初めにダメージ取らないと終わります。なるほど、離されるともうね。おっと、さあ終わったか終わったか、さあ終わったくらい。やばいぞやばいぞやばいぞ、さっきはなんか、いやでもこれさ、ステージも本だって。本だやばいですね。本だ遅いです、遅いですからね。おっと、今台足ミスったか、なんか垂直ジャンプ垂直ジャンプで避けたら、なんかそれにタイガーが確定、着地にタイガーが確定するっていうね。垂直も前飛びもできないっていう。まあ強タイガーにバックジャンプすればいいのか。おっとおっと、ワンチャンワンチャン。そう、これねこれね、はいはいはい、やばいやばい、確定確定確定、はい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 、やばい、確定した、はいはいはい、確定した、はい、確定した、やばいやばい、はい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 、はい、やばい、はい、やばい、はい、やばい、は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 い、なんだこれ。これはね、さすがにね、言っていいと思う、言っていいと思う。まあ、私はちょっと言えない、立場的に言えないんで、カプコンさん的に回したくないんで。まあ、昔のゲームなんだね。昔のゲームなんだ、昔のゲームなんだ。そう、まあベガは行くでしょうね。まあ、ベガでしょうね。ベガはまあ下がったにね、だいぶ行けますよね。はい。まあ言うても S やっぱね、6 S はだって4か。タッチ中キックとか相手がパワーアップする上に、やっぱその下体が狙いのタッチ台キックとか難しくなってくるんで。てかベガでこれ止めないと4人抜きは、そうっすね、見えてくるっていう。相当これユベガさんが踏ん張らないときついところであります。大胆マジ。あ、今投げてたミスった。ハチコパで相打ち、タイキック。さあ踏んでスタダイガー、うわ投げる、逆に投げる。さあライン詰めて、どうだー、アッパーカット、台しっかりしっかりしてるんですよ。無駄にうまい無駄ではない。これタッチキックまで強い、まあ、あれは X もそうですけど、タイアッパー。ヨンサはそんなに、え、ちょっと上手いんだけど勝ちたいのか。ベガ戦に合ってるんですかね。いや、ベガ戦もともと X の時上手かったんで。ああ、なるほど。マジかよ、出たー、ヒット確認。さすがにおつやか、あれはね、あれ、まあでも下段になるのが強いですよね、あれ。間違いない。で、ノーリスクでしょ。ノーリスク、違う、ヒット確認が超簡単です。簡単2発目だから、1発で当たってればそう。さあ、X は未完同士ですが、ちょっと実力的に信じられないですね決勝ですよ、これ。やべやべ、さすがに来て、タイガー、タイガー、さすがに来て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 。さあ、ジャックだって飛んでたので、うまくペースがつかめたが、たまったたまったけど、たまったけど、けどどう攻めきれない。しかし、なんか、あっと、あ、見てから、おい、それできちゃやべえだろいや、あの距離ならできるんですよ。いや、それできてだったらもう S 使わなくてよくない。あの距離ならできる。まあ、遅いせいですしね。いや、ワンチャン
まあね、しかも台だから相当余裕があったね。まあ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 、ね、いや今の確定してた、ちょっとどうだったか。おバウンド、なるほど、おなるほど、そういう手があった、アッパーカット。いやでもこれは50秒頑張れば相手はゲージが止まらない。そう、いやしかし画面足のこれがきつすぎる。マイトミ、さあ押し返して残り10秒、いや今のは痛い、そう踏まないです。うわー、突っ放した、あの距離はさすがに打てない、さすがに、いや今の隠れないの、うわー、いやちょっと最強キャラ使って根性ちゃんやばい。ブランカ、ブランカやばい、龍拳 DJ エッサが残してブランカ。ブランカやばい、これ今英語勝ったら伝説だよ。伝説だよ。神だよこれ。91あるよね、まあ、さっきキャビと同じものですね。キャビよりはワンチャンありそうですけど、まあ残り3人後ろに行け、さあ伝説がスタートするか。伝説スタート、こっからでも負けれる、大パン。さあ一本取った、あと7本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 、ダジうまいんだけど。バックステップ、バックステップなら失敗か。前歩き、あったー、繋がない、前歩き、さあダン、よく上がった、よく出た今、よく出たな今。いやさすがにさっきの三段決まんなかった、痛いか。さあ、あと中だった、あっ。しっかりしてる、無駄にしっかりしてない、しっかりしてる、しっかりしすぎでしょ。しっかりしてる。アッパーカット痛い。勘弁してください。大輝くん、大パンチと、まあね、だ次になっての行動はうまく、さあ大足、ね、差し込んで噛まない、大パンチリードしてるな、ブラックアップ、しかし残り60秒、大キック当たる、大キック当たる、いやこれ、いやー、大アッパーカット打つかね。さあタイガーで歩き、前歩きしてガードした、あと、うわー、根性値が強い。優勝はファイヤーグランドエアの、おめでとうございます。ついに悲願の優勝で4代目がエクサの権利がなかった。いや強かったね川本君も。じゃあまあ優勝のインタビューを、はい、はい、よろしくお願いします。カメラ準備します。いや A4 も頑張ったんだけどな、まあいろいろミスが出たかな。まあやれることはやったよね。まあダイヤパッカット要所要所で決めてたのがでかい。うん、ヨン様が決めたんで今度は逆にあの年上順からで行けばいいんじゃないですかね。場所はどこ？同じとこ、同じとこ、同じとこ。じゃあ、マッツン、これ、はい。同じとこ？あ、ここね。同じとこで。あれ、なんか今引っ張っちゃったから大丈夫か。じゃあ、優勝の、コメントを、なんかあんまり苦戦してなかったような気がするんだけど。なんだろうね。あれ、もう大丈夫なのかな？大丈夫です。なんかね、一部僕自身もまあチームメイトに救われたりとかね、自分自身で頑張ったりとかして、まあ何個か、まあ数はそんな多くないにしても大会っていうのは優勝経験させてもらってますけど、いやここまでね実感ゼロな大会もね。いやだって大将出てないでしょ、大将って回ってないでしょ、3人目で全員殺してるよね。ここまでね何もそ、全部多分2人目で終わってんじゃないかな。2人目マジで、1人目で誰かしら死んだら2人目で4代目がフジモンがみたいな感じで、フジモンが死んだ時にも4誰だっけなんかでとどめさせたし、だって俺と川端君2回しかやってないもん。
なるほど、まあエアではなかったと。あ、そうですね、エアではなかったですけど、なんかね、すごい、なんかこれ川間田くん、これ卒業でいいの？まあまあ、まあ、規定ですから、規定ですから。あ、まあまあ規定、我々そのあの、まあ、チーム戦でもね、どんな形であれ優勝経験があるっていうのはダメなので、うん、ということで うまいこと瀬尾くんにタコ様をプレゼントすることができました。確定ですね、確定ですね、確定、確定ということで、なんだろうね、まあこれ終わった後最後にまたあの総評的な感じをするんで、その時にとりあえずありがとうございました、何もしてねえけど。はい、おめでとうございます。あ、お疲れ様でした。おはようございます。あんまり試合に出てなくてまあね活躍もしてないんですけど、とりあえず優勝できて嬉しいです。本当かよと、本当かよと、チームメイトが、はい、チームメイトが強すぎて、まあ優勝は優勝だからね、はい、うん、ということで、あのエクサは卒業、卒業タコ様と組まずに、はい、ラッキーと、はい、ラッキーでうんちって言っちゃってありがとうございました。おめでとうございます。あ、フジモンです。まあ、ようやく終わりました、仕事が。仕事は、はい、4代目、まあ、川松さんとはまあ地域離れてますけど、いつも対戦もさせてもらってるし、なるほど、で4代目はね、あの、チューブではお世話になってる、この2人がまあようやく、まあ、エクサに出れないということで、まあ、すごい良かったと思います、これで。良、まあ、かったのかな、良かったのかな、まあ、あと1つはやっぱキャラじゃないですね。キャラじゃないです、キャラじゃない、キャラだけじゃないですよね、決勝は。キャラだけではなくて、確かに、確かに、確かに、キャラだけじゃないですよね、キャラだけではない、DJ 使いが言うのもなんですけど、まあ、ダルシム倒したから、ダルシム倒したから、ダルシム倒してるし、うん、まあ、まあ、優勝できてよかったです、ありがとうございました。おめでとうございます。今日、何勝何敗？結構やってるよね。多分負けてないんじゃない？負けてない。あ、一回負けてない。あ、負けてないんだ。負けてなかった一回。今日負けてないです。あ、負けてないんだ。負けてるよね。無敗？野試合で藤本が負けたとかじゃないの？分かんないけど、分かんないけど。じゃあ無敗じゃもうさすがに文句なしですね。カメラこっち、やっと大きい大会でしかも自分の手で優勝決めたんで、まあ大活躍ですよね。まあ相当緊張して吐きそうなんですけど。吐きそうもう終わってますよ、吐いても大丈夫ですよ。だからこれで心開けて X スタートに戻るんですか？いやいや、でも S に変えたのはあんまりなんかちゃんとやってる人はあんまりいないかなと思って、やらなくても別にっていう、まあ、なんかちゃんとやったらどうなるかなっていうのは知りたかって。あ、じゃあもういいですかね。さすがにどうするんですか今後。来年のかけるごと S とも一応優勝したいと思います。あ、じゃあ制覇してっていう。はい、そうですね。じゃあ S とかけるごとエボとみたいなカナダカップとみたいな、だいぶ先の話になるけど、あ、アスターカップもあるしね。あ、そうですね。じゃあ先は長いですね。いや、ありがとうございました。おめでとうございます。じゃあ最後に締めの言葉をやって、先に告知をする。じゃあ先に告知を、はいはいはい、ここでいいのかな。はい、ここかな、ここですか。はい、ジャイです、お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。今日3回目の告知なんですけど、3月の17日、日曜日ですね、日曜日に、アニバーサリーコレクション、プレスト4とかスティームとかスイッチとかありますが、多分プレステ4のプラットフォームでやると思うんですけど、オフラインイベントを、アニコレでやろうと思ってます。まあ、X と03とサードがメインタイトルで、まあ、もう1個か2個かなんか入れて対戦会と、まあ、トーナメントみたいな形で考えようと思ってます。で、中野レッドブルさんをね借りてね、やろうと思ってますんで、まあ、皆さん、実機だとちょっと敷居が高いという方もいらっしゃると思うんですけど、
まあ、アニコレなんで、アニコレ勢も来ていただければと思ってます。よろしくお願いします。じゃあ、主催者の締めの言葉ですかね。いやー、喋ることねえな今日。今日のは喋ることがねえな。はい、ということで、朝何時からだ、事前エントリーの締め切りかから数えると11時なので、11時なん11時から12、何時間やってんだ、9時間ぐらいの長丁場。まあ毎度毎度のことですけど、まあ、今回はね、うまいことどのチームも4立てという形が割と多かった大会じゃないかなと思いまして、そういう僕の中のタイムスケジュールで8時半ぐらい、まあ、永田さんとか、ね、ジャイアンさん、吉尾さん、KKY さんとかはまあ9時の、まあ、永田さんが一番遅めでした。そう、10時ぐらいになっちゃうんじゃないかみたいな感じで読みをしてましたけども、の、まあ、皆さんも大会慣れですね。その運営側もそうですけども、その参加する側も、ご協力もございまして、もうスムースに、非常にスムースに、運営進行することができました。で、まあ、今回も、まあ、海外からですね、来てくれたりとか、仙台、上は仙台か、あのベンダさんので、結構各いろんな地方、まあ、森くんとかカチューさんとか久々に来てくれましたから、びっくりしましたね。特にカチューさん超びっくりした。いろんなところからのこの年の瀬にね来ていただいて本当にありがたいですので、来年もまああれですね、と来年ね、ゴールデンウィーク、そうかける5ですね、10連休どこでやっていいかわかんねえんだ、ちょっと長すぎじゃないみたいなので、あれはあれですね、今回のフォックスと同様で、どの辺がいいのかなみたいな感じのある程度アンケート的なのをツイッターとかでやらせていただければと思いますので、ちょっと範囲が広すぎて絞れない感じなんで、まあ、皆さんね、仕事の都合とあったりとか、そう連休とか別に関係ないんだけどっていう方もいらっしゃると思いますけども、まあ、極力参加できる方のなるべく多そうな日付で、と来年2019年もデイトナ式さんでやらせていただく予定です。で、かける5に関してはあれですね、もう前夜祭はもう毎年恒例の同キャラチーム戦ですね、同キャラ16チームトーナメントと、まあ、本戦ですね、その2 days になってるので、でね、事前エントリーがあまりにヤバすぎたらね、まあ当日ならって人には申し訳ないけど、なるべくちょっと2日間休んでくんねえから、その当日予選じゃなくて前日予選みたいな感じの軸、今年みたいな、ね、200人とかねえ、まあ、ありがたいことなんだけど、いや無理、ごめんなさい。僕らもまだ全然素人なので、ちょっと回すのが基本的に厳しいので、もしかしたら当日枠ではなく前日枠みたいな感じで対応させていただくことになるかもしれないので、その時には皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。そしたらとりあえず2019、まあ明日のね、永田さんの生誕祭もありますけど、あれは実際日付変わってね、気持ち、そう2019年初っ端のイベントだと思ってますので、2018年の大きな大会は今回のフォックスで以上終了ということで、今年も1年ありがとうございました。ということで、あれですね、まあ、暇な方とか、まあ、こちらで過ごす方とかは、明日ですね、明日お店は違いますけど、南浦ビッグワンさんでの永田正月明けましておめでとうスペシャル、ご参加の方もよろしくお願いします。ちょっとしたサプライズもあるので、よろしくお願いします。ありがとうございました。もう来た。はい、ということで、あと何もなければこれで配信の方も終わりにしてしまいたいと思いますが、なんか告知したい人とかそういう方おられますか？特にないですかね。大丈夫ですかね。はい。ああ、はそれは別に配信 しなくていいよね。するしなくていいよね。はい、じゃあしとく。なんか、じゃあエキシビジョン的でヨン様に残りのチームメイト3人が挑むというイベントをやるらしいので、一応それを流しますか。あおりましょう。でそれをヨン様が3立てしたら、はい、ダルシム使いが止めに行くということにしますか。いいですね。ダルシム2体で。あ、確かに。じゃあエキシビジョンですね。あの4代目を大会で殺した永田さんが止めてもいいですよ。4代目 1P2P 選んでんじゃないの。さすがに。さすがにね。さすがに。さすがにね。煽るぞ。
煽るぞ、ちょっと我慢したからね。3人が終わったら我こそはっていう人が我こそはという方入っていくってことにしましょう。じゃあはい、しょうがねえな。挑戦の挑戦は1回こっきりでお願いします。キャラは何でもいいです。キャラ何でもいい。じゃあヨン様はずっと座りっぱなしで、ね、座りっぱなし、まあ、勝っても負けても勝っても負けても座りっぱなしで、はい。さあ先方は先方フジモン対ヨン様、じゃんけんで決めた。次はバッツンで大将は川又並んでる。長瀬さん速攻並んだぞ、早っ。さあこのカードはエッサガだよな、やっぱり。ただまあフジモンもなんか得意なんか自信がありそうな感じだったんですけど。そうなんだね。いやでも自信があるっつってもねえ無理じゃね。これダルシムよりきついんじゃない？どうなんだろう。さあスライこういうのがあるから、あ投げがね、うん、バカッと打つね。打つね。これもう様だが、その起き上がりの暴れはうまいというか、亀でいいんじゃない？これ、あー、これ確定じゃない？あ、即いかねえんだ。立ち衝撃。割れ、ギリギリ割れんのかな、あれ。繋がって、ちょっと遠くだった。どうなんだろう。電話じゃない？さすがなのかな。立ち衝撃、タイガーパカッと繋がるじゃないですか。だから多分電話じゃない？きつ。割れないと思う。あれガードできるもんな、むしろアッパカット間に合うまであるからな。あとミスった、投げにはいかない、暴れ待ち。いやーきっちりこれと、いやきっちりな、よく待ったな今。アッパカット出れば勝ち。しんどいしんどい、投げー。あーっとフジモンさん、さすがに無理、さすがにさすがに無理、さすがにさすがに一番きつい。まあダルシムは楽ですね。まあダルシムは楽だと僕も思います。見ててさあマッツン、今日無敗の4代目、さっき最初に飛べれるのは誰だ。そうだよね、確かにそういうところもあるよ、ね、誰だ。さあこれもね結構ありますよ、先原さんなんですけど、南浦和でやった時は最初の1回はマッツン勝ってたんですよね。まあ最初の1回つってもその1回だろ、まあ、まあでも2段ヒット、でも3と5回やって3人アッパー、3人とかだったよ。マジか、うん、さあしっかりガードが大足当たる。さあこのアッパーカット出るともう次みたいなところあるよね。さあ波動拳ただし、さあ掴んで、さあこれ完全に先読みですね。いやー今ちょっと連打しちゃったせいでちょっと出てもったいない。いって隠しちゃやべえだろ、勝利よく打つなあれ。あっ踏んだ、いやでも空中くらいじゃなかったんで、まあ、ダウンしないのはまだですけどね。いや今タイガーミスか、うわーこれはさすがに出っ歯があるの です、ね、今はもうかアッパカ出してもダメですね、ですね、はい、バックジャンプも多分間に合わない。おっと誰かが大足、いやーやるな、あっ投げれんの、あぶねえな今の、どんだけ高速れんだよ。さあ踏んで2ヒットにはならない、多分あの台足は、アッパーカット、無駄にうまい、うますぎなんだな、だがさすがに厳しい。ゼロドット1ドットか、まあとにかくきつい。これ集計よく勝ったな、エクサーで。でしょ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 って誰でしょじゃねえよ。大パンレッパだからね、川端大将。顔はやばい。さあ誰も勝てないのか、あるなあ、まあ、直近で、ね、大会勝ってるのは、ね、集権だけですからね。確かにあのサガット戦定評がある。でも無駄にさんには巻き越した。煽りすぎは。いやもうね俺の売りですからね。まあまあまあ煽んなかったら別にお前じゃなくてもいいみたいなところあるからね。あ、俺よ。あれ大会じゃねえ、あれはもう一個前だから、エクサが直近だから。そうさあこれはカード、さあチームメイトは不甲斐ないから全部勝ってやったぞと俺が。なるほどね、まあ全勝ですからね、3人は1回ずつ負けますからね。
いや間に合うのかよあれ。さあきつそう。さあさすり。アッパーカット打っとるか。思いっきりもいいし、読み合いも強いし、まあ気持ちよくやってるよね。これとも強いし、うんうん、まあ多分今緊張感ゼロだし、だろうし。そうだね。確かに。あ、タイガー。さあちょっとミスったか。球が強い。おしかしさすがに。うーうな、うわー、ピアッチャーねえだろ。ペチペチドン。いやチームメイトが弱えな、おい。ペチペチドン。誰も俺に勝てんじゃねえかっつって。ペチペチドン。じゃあ小山さんから。さあ小山さんが順番的には。いやなんかあの4代目を優勝させるとかいうチームだったのに、4代目を活躍して優勝という、支えられて優勝してるじゃないですか。いや別にこれはチームメイト僕たちでもよかったんではっていう、あだ1回だけチャンスは1回だけにしてる。チャンス1回だけね。はい、強いね。おシュウさんが満を持して行く。しょうがねえな。さあ決まった。小芋さあこれフェイロいけんの。いやいけないと思うけどどうなんでしょう。おーダイパーやる。ヨンさんは死んだら終わりだよ。終わりなの。もう終わり終わりなんだ。終わり。さあ終わっちゃうのか。まあチームメイトにねマウント取れたからもういっかって、そういう話。もう疲れたしこれで終わりでいいっしょっつって。がしかし2ラウンド目は圧倒的に急に急にやる気を、ヨンさんはペースになっておりますよ。いって怪しい強すぎだな。さあ触れるかどうかの戦いになりそうですねこれ。あ触ったらワンチャン。おっダイパン。おうどうだ。さあ厳しいぞ。おっとうさあつながない。コパンつながるのが痛いね。うえ上タイガー確定だね。きつい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 。うーあどうすんだこれ。ああ中足。さあかシムさんはカワシムさんですか。じゃあ次は俺でいいの。じゃあ行くどうする。いいすか。カワシムさんもちょっと並んでるけど、どうせダルシムだし、まあ、並んでるしたら。じゃあ、じゃあ、じゃあ指名入ったんでジャイアンさんお願いします。じゃあこれ俺これで勝てば、これで勝てば今日ちょっとねあの大会はイマイチでしたけど、ケケヤさんやってもいいんですよ。あそうなの。ケケヤさん、ケケヤさんもあの留飲を下げなきゃいけないじゃないですかね。まあ俺的には別にって感じです。あ、いいですか。あのチームメイトがものすごい良かったんで俺はもう、ああ、そう、まあ、まあ、みたいな。あ、これもう、あの、4、もうそ、もうあと2人ぐらいで終わりです。2人か3人ぐらい。本当か。まあそんなもん。続いたらどうすんだ。え、クレジットはクレジットボタンが引かないみたいですね。自腹だ自腹だ。まあ50円ぐらいいいじゃないですか。まあ大人ですからね。ワンワンワンクレジット。ヨン様の分は入れてあげて。ワン。ワンクレジットね、の50円なの100円なのでガタガタ言うのは年齢じゃないでしょ。大丈夫大丈夫。ヨン様はもうコンボ練習とかしてるんですか。いいですね。いいですね。まあ。まあイベントとして面白い感じでいいじゃないですか。だって1回も負けてないですからね。一回ぐらい誰か。さあ唯一不利が明確についてるっぽいこの組み合わせですが、そうですね、KKさん勝ってますからね今年夏に。一応 S と勝って南浦和でも2連勝したから直近3連勝中だから。あ、うん、まあでもきついのはきついからね、さすがに日本様相手は。さあふわ負けても煽れないっすわ。いってぇうまっ。ピオちゃん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 。あーあー、優しい。まあ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 、で、ああ見てから見てから、ドリル見てからはやべえだろ。見てからですよ。あれはやべえだろ。なんだ今の。あの僕ね、僕一応ね、チーム組むときにね、おっ、危ねえな、今のも。ヨン様、S と X、どっちにすんのって一応聞いたんですよ。はいはい。したら、年末で、年末で、パンツ、あー、じゃあ焦ってますね。パンツ青しか売ってなかったみたいな、よくわかんないこと言われて、あー、死んだ。お疲れ様でした。死んだ。じゃあ、川島さん。
やまあ、ダルシム、ね、頑張れ、ダルシム頑張れ。まあそんな感じでちょうど、でもこれね、じゃあ、一応映像として4が死ぬ時っていうのを見たい。ダルシムさんが負けたら行きます。あ、シュウさんが先行こうか、じゃあ、うん、シュウさんが行こう、仮に負けたら。いや、ここはまあ、なんでしょうね、やっぱ長田博士でもいいんじゃない。ダルシム全員総掛かり、ダルシム総掛かり。さあ投げて、あっとさあドリルを反応しようとし早すぎて上タイガーだった。フレームこれは一番、まあ、まあ悪くはない。投げてブラスト、まあ、おお、あったかってよけど、どうだ、まだあんのか。あスライディングが出ない。いやー今ね、なんとも言えない、この語彙力下がるな、これね、下がるね。さあタイガーショット、タイガーショット、今大ファイヤー読みでアッパーカットで避けようとしたね。さあさあ飛び込むのかね。さあ今んとこさあちょっと対空できたようなのが気になりますが、そうですね、あの中スラが使います。さあインフェルノも溜まってるので、さあドリル、マジドリル、あれ見てからやっちゃえばくね。先読みでやっぱドリルのはね、4台前ではリスクありますよ。さあ飛び蹴り長いんだな、長いんだな、飛び蹴りどうする。シュウさん行っとく、ダルシム行く、ダルシム、じゃあ俺が前座で行ってダメなら博士にお願いということで。そうですね、ダルシム対エッサ側、まあ一応ね、噂、前情報によると KKY さんは、はい、まあ、エストとあと南浦和かなんかので、あの2連勝してた。俺は今3連勝中だからね、みたいな感じで。なるほど、ちょっとね、あの白、死亡フラグを、いや、なんもできなかったわ。そうですな、だからね、雰囲気的にね、勝っちゃいけないような。あ、でも言い訳だな、これ。そうですね、あれはね、僕もちょっとラウンド3開幕ダイヤ縛りで読み勝ってんのに負けてるからね。そうそう、何してんのかさあ、KKY さん直近勝ってますからね。直近勝ってるやつがまあ、幻なのか。しかも 1P 側インフェルに出るし、8周ガールタイルと結構面倒くせえんだよな。おっ、うまいできる。まあ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 ね、それだけね、なんか頑張ってた。さあドリル踏んじゃって、さあ弾飛んでくる、弾飛んでくる、うまい。さあドリル2連射、やっと踏んだ、ちょっと色気出しちゃいましたね。ヨルさんゴリゴリだな。お、大パン、よく間に合ったな。いや、打って上かよ的なくねっくりだな。くねっくりだよね。できる、残り30秒。フジモンさんをして一番ダルシムっぽいと発言が出ましたけど、そうなんだよ、経験は全員ですよ。さあ残りタイムがない、これはもう、あっ、釣られた、釣られた、暴れた、必死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 、超必死、リーチ。確かに取りますよと。さあ体力が煽る、体力半分ないの、これ結構きつい。まあ、さっきはチームメイトだったからね、煽りたくてもあれだからね。もうチームメイトじゃないですから。確かに、お前一生ぐらい死ぬよとダルシム使ってんだからと。さあピヨッて、これは回復、上タイガーか、うわ、暴れちゃって上でしたね。さあスライディングに、まあ、さあ死ぬしかね、これもう無理じゃない、死ぬしかね。タッチシューキック、無駄にうまいんだが、確かに無駄にうまいね。今何やっても相打ちだね。知ってるんだが、タイガー2でもいいんじゃない、かくっちゃいべえだろ。さあ、ダルシムうまい、ダルシムっぽい、一番ダルシムっぽい、ダルシム、ダルシムなのか、ダルシムなのか、やはりダルシムキャラなのか、 KKY さんがやはりキャラなのか、ファスト2は見てみたい。あーた、あぶれ、遅い、ピヨッチャー、ピヨッチャー、いや、さすがに、あーっと、おっ、なんかやったけど、何も出ない、カメラ屋さんから、死んじゃう、死んじゃう、
慎重慎重慎重必死必死必死おっと対空がダルシュ、いやでも一番ダルシュっぽかった一番ダルシュっぽかった立ち台パンチ全員一番だいや博士博士博士お願いしますよ50円やるから50円やるからいやね今ね追っ払うための立ち台パンチピンも飛ばれたねやってやってやねこれねえいやまあ平もいいやとりあえずダルシムでじゃあダルシムというキャラクターがちゃんといけるのかというところ見せてもらうと最後最後のこれねこれねダルシム負けたらねエスタが有利ですこれこれダルシム負けたらねエスタが有利です73エスタがです73エスタがですさあ博士が博士がいやそれ意味なくねちょっと待って落ち着けそういうのダメマイクで言わないそこといやうまいほんと手前落ちあドリルドリルは機能してるなんか合ってるカワシムっぽいなダルシムっぽいですかこれまあね今回のフォックスでもダルシムがうちのチーム明らかにガンじゃないですかあれでもうヨン様自身も博士以外博士が一番きついとなるほど他は頑張ればなんとかかもみたいな感じのでだったんですがさあタイガおおできるあ繋がってない繋がってない確かにさあ先生は博士これはさすがに博士が分からせるのか別格だなとフジモンが言ってますねまあ、ね、いいですね何も言い返せないのかいいですね真後ろにダルシム2人いる状況でやっぱ別格だなバッパーカットこれ、ね、私ねあのね下がって応援してますエスタが有利を証明してほしいいや結構いけるでしょさあドリルあっせいやこれはいやさらばヨン様なのか差し貸しあんのかないのかいやさあ残り時間がないああさすがこれがダルシムだよと見たかお前らと見たかお前らダルシム有利じゃんすいませんすいませんでしたさあということで博士がきっちり、まあ、見せてくれたということでヨン様チャレンジ、まあ、配信ね今のそのまましてるのはその終了でのまあヨン様の挑みたい人はヨン様の50円出すんで座ってくださいみたいな感じでこの後好きなように対戦閉店まで遊んでくださいということでとさっきからとあでもあれか9時間ぐらいなのか9時間半ぐらいの長丁場本当ありがとうございました。お疲れ様でした。明日の長田正月明けましておめでとうスペシャル。明日もありますからね。もうよろしくお願いします。はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。いやー、ヨン強いわ。強いなー。博士ともいい勝負してんのはやばくない？まあ見てからドリルはできませんでしたな我々は。